音声入れまーす。はい、はい、はい、どうも。ちょっとやめてもらって、はい、まだ始まってないんでやめてもらってもいいですか。はい、どうも。誰、はい、誰、イカキシです。はい、どうも。こんにちは。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、はい、どうも皆さん、こんばんは。はい、どうも。はい、こんばんは。8月6日水曜日、本日は気候内横須賀店から生放送です。はい、大人の横須賀ミッドナイト、よろしくお願いします。はい、お願いします。どこにいるんですか。はい、お願いします。 あなたはどこにいるんですか。どうも。はい、どうも、こんばんは。はい、どうも、出てきました。ということで、じゅんちゃんとあずけんさんです。よろしくお願いします。はい、どうも、どうも、こんにちは。どうも、どうも。なんでそんな遠いの。どうも、こんにちは。はい、あずけはそろそろ寝ようかと。そうだね、ビビっちゃった。まあちょっとね、壊れてきてるもんね。うん、ビビっちゃった。はい、あちゃん毎日かっこいいですね。ありがとうございます。だから、ね、自分で入れないでよ。それ自分で入れないでっての。入れてない、入れてない。なんかタイマー機能かなんかついてるでしょ。それメール、ついてない、ついてないですよ。チェリチェリいないんですかってことで、後で、後で行きます。はい、行きます。後で出ます。あずけカットイン、あずけ寝ましょうねと。寝ますか、もう。はい、これ、ね、和骨です。今日は誰が出るんですかと。今日は一応、はい、まあ僕ら二人と、オールスターですね。オールスター、オールスターで、オールスターって何ですか。チェリキチも出ます。チェリキチも出るし、はい、チェリキチも出る。もしかしたらその3人です。え、どの3人。2人とチェリキチ。いつも通りじゃないですか。オールスターです。オールスターじゃない。はい、ね、うん、はい、ということで、本日のメイン MC はもちろん圧力ことあっちゃんです。 ありがとうございます。オールスター、横浜のグランドオープン、やっぱりそれどころじゃない、ないからやらないのかなってことなんですけど、生放送ね。あー、あ、そうですね、はい、まあ、ちょっとすごいバタバタしてるみたいな。今ちょっとね、バタバタしてるみたいなんでね、はい、一応ちょっとうちにね出てもらおうと思ってたんですけど、ね、忙しいよ、はい、あの、落ち着いたら、ぜひ出ていただきたいと思いますんでね。忙しいよ、少々お待ちください。連れてきます。今日は多分面白い元が、弦が起きそうだよ。今日は預けいますよと、うん、スローは初心者だけど見に来ました。ありがとうございます。忙しいよ。本日はですね、パチスロの、寝台ですね、矢敷田道中記オツ、こちらユニバーサルの台ですね、こちらとですね、時間があれば、スタードライバーですね、やりません、バーチャファイターのね、こちらも寝台、を打ちたいと思ってますんで、ね、ちょっと2人とも画面からはけんのやめて。誰も映ってない。誰も映ってないから本当に。8時間ぶっ通してモンキータウン、モンキータウン、モンキータウンやらないです、ね、今日はやらない。はい、和骨ザム、こんばんは。どうも、六角政治オス、和骨です。まさかの寝台かよということでね、今日寝台話になりますよ。これ6年前の話です。違いますよ。YouTube で最近見始めて面白かったのでニコ生来てみました。ありがとうございます。嬉しい、嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。怪獣と俺店長、怪獣打たない。あずけんくん、これからのキャラじゃないと、出てはいけません。これからそのキャラじゃないと出ちゃいけませんと。どういうことこれ。わかつわかつと、あずけうるせえぞ。その店リングとガロあるんですかと。あれですか。ガロはないですね。あります。ガロはないですね。ガロはあります。ガロはあえて入れないですね。あるんだよ。ガロはない。あるんだ、はい。ガロやんないのか、おやすみと。あ、ガロ一応ね、ガロでもやってもいいですけど、古いですよ。古いガロ、ファイナル。そうです。鋼。こういうやつ。鋼。こういうやつ。あ、ファイナルね。こういうやつ。だから何寝台やってんのってね、まあたまにはね、いいじゃないですか。ね、いい加減ガロやれよ。朝までやろうと。預けます。預け店長なんですかと。違います。店長です。平塚店の人が預けの悪口言ってましたよ。誰だ。矢敷さんパチやろうよと。パチはあんのかな。昔あったか。あ、ありますよ。ないですよね。あります。あります、あります。奥村か。奥村じゃねえな。奥村でしょ。奥村、奥村の、あ、じゃあ今度やりましょうか。ないです。ないでしょ。じゃあ入れましょうか。はい、はい、外しました。わかつです、わかつです。アトロック今夜もかっこいいな、ありがとうございます。どうした、ストレインで勝負しないんですか。ストレインもね、あのやろうと思ってたんですけどね。そうですね、今日はスロットやります。はい、メガネが素敵、ありがとうございます。嘘つかなくていい。俺かな、じゅんちゃんかな、どっちかな。嘘つかなくていいよ。まあ、じゅんちゃんだな。はい、ということで早速もう打ちましょうか。おいとし、はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。そう、この感じいいね。キコーナ、大丈夫な。どれ、上にさ、どここれ。いや大丈夫でしょ。大丈夫なのそれ。はい、これ音うるさいかな。うるさいよ。あ、一応最初にしてあります。 ありがとうございます。はい、
じゃあ行きますよ。はい、じゃあ早速お願いします。こんなもんかな。うわ。生で見えるかな。なんだこれ。これはい。何何その二人の第一声は。シュールだなこれ。はい、じゃあこっち入ってください。はい。どうも。わかつ聞こうなってそろそろ上の方にテンポ拡大ないの？ん？上の方にテンポ拡大ないんです。北の方ってことかな？そうですね。そうですねってないの？ない。北の方って、ね、まあまあ東北とかじゃないですか、北海道、ね、まだないんじゃないですかね。まだちょっとない感じですかね。はい。あずけん見てたらお腹空いたと。どういうことですか、どういうこと？わかつーこんばんは。こんばんは。あずけん今日も普通ですねと。普通。ダメだろ。ダメだろ普通じゃ。何？今日平塚でガロやって3000で2万4000発出た。おめでとうございます。おめでとうございます。バッチリ出してください。いっぱい出していいですよ。どこで？平塚？うん、平塚。もういっぱい出して大丈夫ですね。平塚親分なんで。親分スイッチが。大丈夫ですよ。この間使ってから、爪切りが見つからないんだけどどこに置いたっけ？知らないよ。タンスの2段目のところタンスに入ってますよ。タンスに入れないでしょ、うん、普通爪切り。預け毎日毎日普通のおじさんですね。もう普通の、普通のって別におじさんだもんだ、大丈夫。これは AT に、なれば目が覚めるからと。あ、そういう台なんですかね。簡単な機種説明をしますとですね、こちら純造 2.5 枚の台ですね、うん、はい。180ゲームの周期天井が訪れて、うん、その180ゲームごとになんかこうチャレンジみたいなのがあって、関所チャレンジか、うん、でこれを、通過すると、AT に突入するという仕組みの台になっております。はい、まあ、疑似ボーナスもありますんでね、まあ、その辺のいいところをね今日純ちゃんに見せてもらってね、やじきた打ちてーってなるようにね。最近引きがいいんでね。あ、最近引きがいいと。サクッと最近出てるんですか、うち行ったら。いや、うちには行ってないです。ああ、そうなんですか。そういうことですね。うちには行ってなくて、ニコ生でね。びっくりした。あ、ニコ生はまあまあ。サクッと引いてるでしょ。そうですね、サクッと引いてますね。びっくりしました。あずけんっていい学歴ですかと。全然いい学歴じゃないです。え、高卒？中卒？あ、中卒ですね。あ、中卒ですね。はい、あ、知ってました。うん、こんばんちは、こんばんは、どうも。新ヤジキタの女の子かわいいよね、抜ける。あ、これですか。抜けるっておかしいよね。いや抜けるって表現が。そのメガネももうすでに抜けちゃってますけどね。完全に抜けちゃってますけどね。ゴラちゃんに久しぶりに挨拶してきたと。おー、誰ですか。梅ちゃん。あ、カップラーメンですか。カップラーメンですか。やめてください、うん、あの苦い思い出ね。カップラーメンですね。今日は店内暗くしないんですかってことなんですけど、まあ、前回はね、あのリングそうですね、あちらのリング打ったんでね、ちょっと雰囲気出したもんね、暗くしてたね。あの声でやらなきゃダメなんですかね。あの声で、あ、ちょっとやめよう、怖いから、うん、知れた、うん、読めないな、うん。あずけん今夜もカッパですね、どうした、うん、マリマリはどうした、うん、いないなら寝るよ、おやすみと。マリマリいますよ、大丈夫ですよ、働いてるんですよ、大丈夫大丈夫、待っててください。スローって目押しできないと遊べないですかってことなんですけど、遊べなくはないです。そんなことないですよ、うん、遊んでくださいよ、はい、全然最近の台は押し順ナビとか出るんで ね、 そ、 うですね、それさえ間違えなければ全然打てますよ、うん、押し順ナビってなんだ、押し順ナビってなんだ、押し順1、2、3って教えてくれるじゃないですか、ボタン押す順番をね。あ、そう、はい、もう最近の台はもう簡単にね、うん、もう一万枚ぐらいペロッと出ますから。ジャグラも押し順ナビ出ますもんね。出ないですよ、出ない。どこのジャグラだよ、本当にこれは。あずけん打たないんですかと。いや、打ってもいいですけどね、自分弾けないんで、打っても意味ないんで、ね、勉強の無駄になるんで打たないで。そうですね、はい。もういいからハーデス行こうと。じゅんちゃんストレインから逃げてるな、勝負してよ。いやいや、勝負しますよ。ビビってんすよ、マリマリね、この人ビビってんすよ。ビビってない、ストレインにビビってんすよ。ビビってないし、竹谷、竹谷にビビってんすよ。ダザムにビビってる。いやいや、ビビってない、ビビってない。タザムに三日三晩で悩まされたんで、ね、響いてんすよ。何それ。汚いバジリスク来た、そうですね、バジリスクみたいなね、あの筐体の映画ね、ちょっとこれ見せましょうかね。これね、バジリスク風のね、俺もバジリスク、このパネルになってるんですよ。そうです、はい、これがね、ちょっとパロっててね、いい感じですけども、はい、よし。純ちゃんかっこいいね、メガネかと。ありがとうございます。メガネだけ。ありがとうございます。ジャグラー AT 機能ついたら打つわと。どうなんすかね、このパネルの下のなんか書いてますか。何が、何が、何が、ヤジキタ、道中記って書いてますよ、書いてありますよ。いやいや、なんか読んでくださいって書いてあったんで。読んでください。はい、ヤジキタ道中記オツ、はい、違う、ヤジキタ、うん、なんかあるか。いやいや、書いてあったから言っただけだから。はい、さ、寝台ラッシュだね、そうですね、と。ジャグラーって台打ったんだけど、左下のランプ光ったら必ず当たってる、プレミアなのかな。あ、すごいっすね、それ。目の付けどころがね、いいね。まあ、光ったらプレミアですね、あれ、うん、でもまあ、機種によってはね、レインボーに
ね、ゴーゴーランプ光ったりしますプレミアでね、本当のプレミアでね、はい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 、真面目かって本当に、うん、そんなんないでしょ、そんなん。いや、あるわ。あるよ、じゅんちゃん、まずいよ、絶対嘘、まずいよ。あるある、レインボーとか青とか緑とかいっぱいあるじゃん。え、ニューアイムで、あるあるある。あ、ニューアイムじゃない、ニューアイムじゃない、ニューアイムじゃない、マイジャグね、マイジャグ、マイジャグね、うん、ある。びっくりした。じゅんちゃん、いい時計つけてるね、その時計いくらですかと。2000円です安っ。じゅんちゃん、圧力発言こんばんは。こんばんは。横須賀楽しみで仕方ない、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね、嬉しい。ジャグラーの左上が光るジャグラーってあるんですか。左上が光るジャグラー、左上、うん、それ壊れてますね光るやつは多分ないです。平塚の放送見てアズケンさん見に来ました、ありがとうございます。あ、そうそう、嬉しいですね。だ、平塚の、もっといい いい時計つけてよと、じゅんちゃん。そうですね、はい。あちゃんは、イケメンで困ったことありますか。まあまあよくありますよね。ないでしょなんだろうな、電車だろうな、これもう本当にもうこれ電車乗れないですから、ね、何の釣りだこれ何の釣りだこれ人がね、たくさん集まっちゃうんでね。明日横須賀店行きますねと、じゅんちゃん、じゅんちゃんに話しかけるねと。あ、いいですよ、ありがとうございます、はい。明日ね、でもうん、あ、そうだ、ちょっとね、明日は横浜 の、 そうですね、明日いよいよ気候な伊勢崎店グランドオープンということで、8月7日1時開店ですね。はい、ぜひね、お近くの方、行ける方いらっしゃいましたらね、ぜひ、グランドオープン初日ですのでね、出てえなこれ、遊びに行っていただけたらと思います。全部の店長来ますからね。あ、そうですね、関東はもう全部の全員店長集結しますんで、会いたい方がいらっしゃればね、ぜひ一堂に集まれてなかなかね、ないですよ、ないですからね。梅ちゃんも来ますから、梅ちゃん店長も。あ、梅ちゃん店長も、ええ、ゴラムも来る。あ、それ前のことだ、ね、あ、それ前だった、前店長ね、今、今違う、今違う、今違う、ね、来ますんでね、ぜひ、遊びに行ってください。はい。別に圧力のために来たんじゃないんだからね、勘違いしないでね、いつもありがとうございます。何、もう、ね、何なのかなこれ、嬉しいね、このコメント釣りかなこれ何の釣りだよこれ左下に黒い文字が書いてあるよ、左下に黒い文字、左下パネル、うん、なんだろう、わかんないな。そのセンスに何て書いてんの。センス、うん、どれ、そこのさ、女の子持ってるセンスに何か書いてんじゃん。書いてないです。書いてるでしょ。どこ、そこに。あ、書いてあるね、頭の横、テンバレ、なんて読むんだろうね、テンバレ、テンバレ、テンパレ、天に晴れわかんないね。さて、今から伊勢崎行くかなと。お、早いですね。早い、こんな時間から、ね、大丈夫、気をつけてね、うん。友達が1日30万以上買って10万の時計買ってた。いいな、すごいな、すげえな。1万5000万以上、パチンコだと、すごいな、それ。6、7万いいな、8万発近くか、すごいね。いい、花火大会の日、緑丼に設定入れてほしかったなと。ああ、なるほどね、遊び心は欲しいよと。ない、純ちゃんはないんで、遊び心が全くないんで、全く、ね、ガチガチすよ、ガチガチなんで、あります。来年の花火大会の日はね、皆さんぜひ ね、 そうすね、花火見て気候なで打ってってね、うん、ぜひやっていただきたいですね。じゃあだったら今度の8の日に8スロガツッとやってやったらいいじゃん。あ、8月8日、8月8日、あ、パチンコの日、まあね、でもパチスロの日ってあったじゃないですか、8月8日。あ、遊び心ある。そうそうそう、いやもうね、やってやったらいいよ、パチスロなんでね、うん、うん、もう8月8日。ああ、なるほどね、遊び心ね、それ。そうですね、遊び心。クソナルはね、8円スロットですから、うん、おー、この辺はね、遊び心、うん、あ、っぱれって読むんだよ、だって感じ。あ、そうなんや。はい、ありがとうございます。小学生でも読める。じゅんちゃんえ、僕じゃないでしょ。伊勢崎グランドオープン行きたかったなと。ああ、でもね、最初の方はね、1週間ぐらいは多分、時差というか、そうですね、ありますから、ぜひ遊びに行ってください。それ何、それチェリー、チェリー、お、一気に 40里、ショートカットですね。これ180ゲーム、実際はね、回さなきゃいけないんですけど、周期天井までレア役を引くと、こうやってまとめて40ゲームとか一気にね、縮めていくんで、まあ、レア役をいっぱい引ければ早めにチャンスが訪れるという仕組みの台ですね。あ、はい、ドキドキ冒険島ですね、これ。何何何それ、古いじゃないそれ。俺行くよ、オープン。お、行ってらっしゃい、頑張ってね。おお、はい、声かけてください、私います、ね。あ、そうですね、はい、髪の毛2、3本抜いてやってください、ね、ダメ1本にして、はい。石崎店のスペックを教えてくださいと。スペック、何台とか。あ、設置台ですね、はい、そう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 、ね、
906。906台、うん、あれでかっ。でも900台はありますよね。あ、900台超えてます、うん、はい、900台ってことは結構関東でも蒲田の次ぐらいに大きいんじゃないですか。そうです ね、 ね、うん、結構大きいお店なんでね、うん、ぜひ皆さん行っていただければと思います。はい、960、うん、いや960あれですか、一パチとかそういう定価しもあるんですか。手貸しありますよ。はい、はい、もうあるということなんでね。パーソナルぜひ、はい、あ、びっくりした。びっくりした。ご覧いただければと思います。びっくりした。はい、伊勢崎遠いわってことなんですけどね、ぜひ休みの日にね行っていただければと思います。はい、そうですね。東北や北海道のグランドオープンはいつですかと。来年です。そうですね、来年になります。あ誰だこの人。ちょっと一回ちょっと、ちょっとマリマリ来ました、はい、あ、マリ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 来ましたよ。マリマリが来たということで来ましたよ。マリマリが、おーおー、はい、どうもとつか店のあんちゃんでした。あんちゃんです。すいません、間違えました。あんちゃん映ってない、映ってない、映ってない。あんちゃんでした、すいません。もうここここここに顔、あー、こんばんは、どうもあんちゃん。ご飯を食べよ、ご飯を食べに来て、あんちゃんが、横須賀にいると。お、おつ、あんちゃんと、お、コメント来てる。あー、ほら、こんばんは、どうもあんちゃん。あんちゃんですよ。あんちゃん偉いなと、とつかにゃん、ありがとうございます。あんちゃんいいね、コスプレで有名なあんちゃんですかと。そうですよ、ハート様です、ハート様だ、はい、うん、あんちゃん、何してんの、お土産のスイーツはないのかと。つけますか、つけますか、お土産のスイーツください、はい、お土産のスイーツください、あんちゃんじゃねえ、さよなら。すでにちょうど、ヤジキタ今いいとこなんで今いいとこなんで出ないでください。そうっす、何やってるんですか今。ちょうどいいとこなんで何やってるんですか。逆エンブレム、そうそうそう、あんちゃん逆エンブレム出したね。あ、当たったよ。これ当たり、まだまだまだもうちょい、もうちょい、まだまだまだ、AKB なら、爆裂するあんちゃんだ。そうですね、うん、マリマリは私の嫁です。どうもこんばんは。あ、来ました、来ました、ジュちゃんエティケットおめでとうございます。あっぱれチャンス、あっぱれチャンス、なんだろう、マリマリ太ったね、太りすぎだよ敵妨害は攻撃すればチャンスだよと。おー、50ゲーム、50ゲーム、やっぱり大学空気じゃねえかシアロアンちゃん移動するのかと。はい、50ゲームの AT ですね、ここから。はい、ちょっと絵がリアルになりましたね。はい、ATR と結構目が覚めるというコメントもあったんでね、ちょっといいとこ、これ、あーチンチンですね。あー、ちょっと下ネタですか、ね、大丈夫ですか今の。はい、これウィンナー出てきましたね、うん、あんちゃんと会いたかった、シアロあんちゃん移動するのか、あんちゃん何しに来たの、ダザム打ちに来たんですかダザム狙いです、スロットとパチどっちがで、勝てるかなってことなんですけど、まあ、この辺は、まあ、なんとも言えないけどね、一緒ですね、一緒の、うん、AT 中抜いてもいいですか、どうぞどうぞ、お願いします。にあんちゃん横須賀に移動なんですかと。いや、そういうわけじゃないですよ。はい、わっちょいチャンス、わっちょいチャンス、移動、あれは圧力のサイズですか、ちっちゃくないよそんなに、パチです、預け一箱くれよ、そのサイズです、預け一箱くれよってコメント来てる。お、いいですよ、あ、どうも、全然全然、俺圧力で抜くよ、やめてくれよ明日のコスプレは何ですかと。あんちゃん、何ですか明日のコスプレ、明日のコスプレ何ですか。はい、明日のコスプレ、ハンニャ、ハンニャ、はい、ハンニャ、ハンダだ、お、20ゲーム、お、順調ですね、順調、果たしてこの、はい、ゲーム性は面白いんでしょうかね打っててどうですか。いや、面白いですよ、面白い、はっきり言ってください、はい、面白いか面白くないかで、はい、面白いよかった、びっくりした、はい、全然つまんなそうに言ってるからね、びっくりした、うん、よかった、いや、これは面白いです、はい、ああ、そう、あっちゃん平塚の人におごったのって、おごってないですよ、純ちゃんの声がイケメンボイスすぎて困りますと。 ありがとうございます。お、全然鬼畜ですけど、ね、本当に中身は、安倍屋も来るのって来ないですよ、ないです、ね、言わされてるんかい、ねえねえやじきた、あ、来たと、早くないか、今日はトークメインですかと、まあ、トークいつもトークメインですから ね、 はい、バーチャルファイターですか、バーチャルファイターですか、でまだ早いでしょ、まだ早いでしょ、店長って結局誰になったんですかってことなんですけどね、新店の、関西から来ました、そうですね、新しい店長さん、肉体派の、はい、肉体派のごっつい、ね、生放送があれば、出てしし、ね、いただきたいと思いますので、ね、はい、伊勢崎はどの辺にあるんですかと、場所ですね、はいはい、京急の、はい、
あの日の出町駅から近いですよ。日の出町駅、長者町です。はい、長者町、長者町、住所で言うと長者町、はい、そうそう、長者町です。はい、京急の日の出町駅からまっすぐ降りてきて、徒歩でまあ5分ぐらいですかね。はい、そうですね。ぜひ一度お願いします。はい、あと関内駅からも来れますんで。あ、関内から。皆さん関内駅の方からブーッと来てから、皆さん全員関内駅の方からブーッと来てくださいよ。ね、全員ブーッと来てください。はい、え、大型店7、伊勢崎で預けに声かけたら一箱くれますか？あ、いいですよ、はい、2箱あげます。ダメだそれは。2箱にします。はい、100人抜いても大丈夫、預けの髪の毛ね。そうです、ダメ。来週は目の前の白線がオープンだよと。あ、そうなのね。あ、そう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 、店長が集まる伊勢崎とか魅力的すぎてということで、ね、ぜひ、はい、来てください、ぜひ、あの、えりまねも、行きますんでね。行きます ね、 ね、ぜひ、はい、皆さんね、お声掛けいただければと思います。はい、伊勢崎店のテーマ曲はあずけんが歌う伊勢崎町ブルースですか？お、いいですね。歌いますよ、私。ゆず歌いますか？ゆず、あ、そうね、横浜ね。あそこ、横浜ゆずですからね。はい、おい、店長、店長、知ってるホールにアマストレイン入ったぞ、負けんなよ。おぉ、やばい。負けてる。負けてる、入れよう、入れよう。買わないと。うん、横浜の店長、まさかエリマネがやるんですかと。いや、それは違いますね。はい。あずけんの髪の毛、は、古文、髪の毛人は、古文ください、一箱分くださいか、髪の毛をない。半箱ぐらいしてないね。半箱ぐらい、あずけん、アマバディとアマストレインは入れないのと。いや、入れたいかな、入れたい気分は山々ですよ、はい。横須賀オープンの時みたいに駐車場が埋まってしまうことはありそうと。いや、大丈夫です。駐車場がね、ちょっと定型駐車場なんでね。はい、できればあの公共交通機関を使って来ていただきたい。そうですね、はい、来ていただければと思います。の方がもう確かだと思いますよ。はい、はい、アクセスはしやすいと思います、はい、いろいろ。誘惑の街です。はい、梅木子はメイドコスプレらしいから、横須賀は赤ふんどしでいいよと。ふんどしか。あ、10ゲーム。あ、はい、じゃあ明日、あんちゃんのふんどしで出ますね。イエーイ。あ、じゃあふんどしで出ます。ちなみにわっしょいチャンスを引くたびに上の祭り名がどんどん変化しますと。上の祭り名、はい、表示されている祭り名があるじゃないですか。あー、なるほど、はい、あー、なるほどね。はい、ありがとうございます。梅木子はメイドコスプレ、あ、これ読んだね。ゴリラ店長、わら、今井店長です。お、あー、そうです、そうです、よくご存知ですね。知ってますね。あ、新しい店長、今井店長という方がね、うん、いらっしゃいますんでね。ぜひそれ多分関西圏の誰かが言ってきてるな。はい、ありがとうございます。今日はガロ打たないんですかと。今日はガロ打たないです。ガロあります、ありますけど、ガロないです。ガロ入ってない、ガロはないですよ。ありますけど打たないですから、はい、悪いですけど。伊勢崎の配信が始まったら圧力も行くんですか？そら始まったら行きますよ。もう夜の街に飛び出す、夜の街です、はい、もうね、大好きですから。そっちのけでやるから。はい、旧コンコールド、純ちゃん、ザダムとヤジキタどっちが面白いですかと。いや、それはね、あー、でもどっちも面白いかな。どっちも面白い、まあ、パチンコとスロットですからね。そうそう、はい。貴重な重曹の店長と。あ、そうそう、よく知ってますね。いや、もうそれ誰、誰かだぜ、絶対知ってるよ、これ、よく知ってますね、本当に。前ね、重曹店の店長だった。自作自演じゃないかっていう噂が出てきてる。あ、なるほどね。実は、あ、なるほど、実は見てるじゃないかっていう。あ、見てるな。はい。本人だ、本人。横浜の休憩室はエリマネ監修ですかと。そこはどうですか。あ、エリマネ監修だそうなんでね。ぜひ休憩室も行ってください。完全プロデュースだよ、完全プロデュース、はい。アマストレインなんて出たの。出ましたよ。髪の毛もあれも抜いちゃおうと。横須賀ならアマストレイン入れてくれると思ったのに。いや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 、怖いぞ。入れましょうよ、ね、相当数しか入ってないですよ。まあ少ないよね。あずけ、明日何時にいるの。飯食べ行こうよ。あ、いいですね。昼1時オープンなんでね。いや、もう多分ね、10時半ぐらいからいます。行きましょうよ。向こうには外には出ないでしょ。出ます、出ます、出ますよ、僕ら。あ、本当ですか。出ますんで行きましょうよ。ジュちゃんおごってくれるみたいな。いや、ちゃうちゃうちゃうぞ。シースおごってくれるんで。あ、ちゃうちゃう。ね、あの、会った際にはお声掛けいただければ。声掛けたらみんな全員シースつけてください。声掛けてください。はい、預け何歳ですか。なんで36。36、はい。みんな小腹が空いたからコンビニ行くけど何かいると。あ、カリントーくん丸ごとバナナ買ってきてください。カリント、はい。あずけん、俺行くよと。お、あ、声かけてください。声かけてくださいね、はい、今よろしく、明日ねと、はい。あちゃん自身が祭り、あちゃん俺自身が祭りね。そうね、伊勢崎行ったらね、お祭りさん、よろしくお願いいたしますねと。アマバディやろうよ、久々見たくなったわ、あのダサい役者ね。アマバディ、ない、海猿もない。ない、あー、残念。
コルオ祭りワッションみたいなね、うん、今井店長だよね。そうですそうですそうですよ、あんちゃんパン買ってきて、はいパン買ってきて、あんちゃんパンですか、ええ、まあ何パンが希望ですか、いいだもんね、いいよ、はい、玉袋ならです、ね、カルパス買ってきてと、あカルパス嬉しいね、あお稲荷さんならあるみたいですね終わりました、デジタル順調終わりましたね、258枚ですね、はい、関町チャレンジ、はい、これチャンスゾーンですね。そうですね。じゃあこれ果たして面白いんでしょうかね。いやーこれは非常に面白い。はい。全然面白そうに言ってないですけど大丈夫です。気のせいでしょうかね。気のせいですそれは。店長様に忠誠を誓うので28歳医療系大学中退ですが雇ってくださいと。あいいですよ。ぜひあの本当にね働きたい方はねあの本当に大々的に気候な募集してますんで、ぜひねお電話いただければと思います。はい。ニセロで遊んでみようかなと、ぜひ来てくださいよ、はい、来てください、はい、キコーナルはね、4円と8円がありますから、はい、パチスロー、ぜひ遊びに来てください、アツロクさん、あんちゃんが米読みたそうにしてるな、春日ないんですかと、春日来週ですね、あっと、はい、あっとこれで抜けたと、これ大丈夫、これで抜けちゃいましたね、抜けちゃいましたね、これ大丈夫な、はい、大丈夫じゃない、おっとあんまりチャンス、だから言ってたでしょ、これ大丈夫なのって言ってんの、はい、これは、いやこれはね連打継続期待度3、ワンプッシュでどっちに行きますね、じゅんちゃん、さっきやってない方がいいんじゃないですか、両方やってない、これ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 、はい、これこれじゃこれ、うん、はい、これこれこれ言いますよ、一撃で行こうよ、一撃で、はい、一撃、うん、よし、さあ来ましたね、行ってみよう、はい、押してみよう、はい、50ゲーム。お、まだ？あー、ということで50ゲームですね。なるほどね。はい。じゅんちゃん、あずけん、あっちゃん。あ、どうも。あんちゃん、こんばんは。こんばんは。今夜もお願いします。こんばんは。こんばんは。横須賀にガローなんてあるはずないよね、わらわら。ナイスナイス。ないですよ。ないですよ。気候なんて埼玉とかに来てほしいなと。あー、埼玉ね。埼玉行きますよ。はい。行きますよ。天野ストレイン全国で86店舗中神奈川は10店舗も入ってるんだよ、やばい、結構入ってる、やばいよこれ、竹谷公認の横須賀店が遅れてるよ、やばい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 、内部関係者だな JN オーツ、やばい、伊勢崎にあっちゃん行ったら吉江さんにお任せしよう、確かに埼玉来てほしいと、あ行きますよ、ね、巡業しますから、はい、チェリキチは伊勢崎に移動ですかと、まだ、ね、そういやまだいます、まだいます、CR 気候なチャンネルはいつ出ますかと、まあ、出たらいいよね、面白そうだよね、それ店長に勝てる台を教えてもらえるやつですか、ないですよ、預け明日パン買ってきてねと、あいいですよ、はい、純ちゃん太っ腹だなわらわと、純ちゃんゴチーと朝涼しいシースーだから、ね、シースーシースー、はい、純ちゃん、いやいや、シースーは厳しいビッグラポンやろ、ビッグラポン、はい、横浜ガロすごい数入れるんですかと、横浜ガロ何台、80台ぐらいあるんですかね、いや、なえそんなんあったっけ、ガロ40台ぐらい、ね、はい、あそこかっこいい、 あっちゃん最高、海猿ないねと、あずけんじゅんちゃん VS ダダマ配信はいつですか、いつでもやりますよ、いつでもいつもかかってこいですよ、あんちゃんは何してんの、あんちゃんご飯食べてます焼きそば食べてますじゅんちゃん明日生ビールの台注文していいかな、いいです、はい、いいですよ、こちら何番、今来ました、こんばんは、どうも、面白さを疑問に思う放送ですね、いやこの台面白いよ、本当に疑問に思うよ、いや面白い、いや面白い、じゅんちゃんが全然面白そうに打ってないけど気のせいかな面白い、気のせいかな、仕事人とどっちが面白いですか、あーでもね、あーどうやろうな、仕事人はちょっと無駄にざわつくんでね、あーこっちの方が順調的にはシンプルですね、バジリスクとどっち面白い、いやそれはバジリスクじゃあバジリスクですよ、それはバジリスク、まあね、うん、面白さを疑問に思う放送、伊勢崎家から5分だからみんなに会いに行きます、おお待ってますよ全員来てください、待ってますよ、伊勢崎界隈の人、はい、で、いつポロリが見れるんですか、ないですよ、あ、もうポロリしてますよ、あ、スイカ、うん、はい、メガトン、はい、なんだ、特になし、ダメだろ、はい、いやいや、これがね、予兆でしょ、これねえ、あずけん今日真面目やな、いや、だってもう後ろで、だってもう見てんですもん、だってもう店長、さっきの大学中退、え
ですが大学ではインカレ出る、大学で、うん、空手部の主将だったので、うん、圧力が失礼な態度を取ったらボコボコですか。ああ、いいじゃないですか。いやいや全然ね、僕もね、すごい鍛えてますからね、全然ブヨブヨですよ、ブヨブヨです。毎日マット運動で鍛えてますから僕大丈夫ですよ。汚いです、汚い配信だ、本当に。アマストレインは完全に横須賀高校ですな。そうですね、横須賀って、地理的に言うとどこの横須賀と、シャレか、三浦半島ですよ、三浦半島はい、ガロ金色って重量45キロって嘘だったんでしょ。42キロです。42キロ、はい、はい、キコちゃんってこれから何年くらいやる予定ですかねと。わしょいわしょい、あちゃん、あちゃん、あれ、はい、あ、マットで行ってミルクですか。何を言ってるんですかこの人。この人何を言ってるんですか、ね、マットで行ってミルク、うん、はい、あ、常連客のね、常連なんでお店です ね、はい、そういうお店ばっかりってそういうのばっかり言ってるんだよ、まあね、貴重なチャンネルはね、もうできるだけ長くねやっていけたらなと思ってますんでね、はい、ぜひ皆さんね、ぜひね、放送している店舗の方にね遊びに来ていただいてね、はい、お声掛けいただければと。そうそう、ね、本当にテンション上がりますから。そうそう、嬉しいですから、はい、はっきり言って、バジリスクやりましょうと。あれ、これバジリスクですよね。違います、矢敷北祭りですよ、はい、矢敷北道中期か、はい、預けは1時過ぎると変貌します。そうだった、横須賀と平塚とか行こうと思ったけど意外と遠かったと。いやいや、どっからいらっしゃってるんですか。千葉、千葉、千葉ね、千葉はちょっとね、千葉は遠いですね。遠いですけれどもね、フェリーできたらいいんですよ。フェリー、いやいや本当です。あれなんだっけ、海の辺り、ね、フェリーできたら、あれできたらいい。千葉からだったら横須賀フェリー。横須賀ってフェリーあるんですか。あります、あります。どこ行けるんですか。栗浜から、栗、はい、とか言わない。栗浜です、栗浜です。変なとこで、あんちゃん変なとこで切るから。変なとこで突っ込むとこじゃないですから。栗浜ね、栗浜ね、変なとこで切るからびっくりしちゃったよもう。気候のチャンネルはマジで下ネタだらけ。そんなことないですよね。預けなめこ連れてって。おなめこ治療だったらこれもう、あ、もうあんちゃんの方がお得意ですからもう、はい、毎日治療されてるみたいな。テロスか、フェリー、店長さっきのものですが、先週のセクハラをアンダーツリーとキコーナに鬼伝で通報するくらい良識はありますよ。そうそうそうまずいですよ。やめてください、やめてくださいね、本当にね。波荒わしといくればと。そうですね、これで終わりましたね。はい、横須賀まで約900km も離れてる。どこから来てるんですか。これ九州とか。九州ですね。ありがとうございますね。ありがとうございます、はい、今日ガロ寝台よりファイナルの方で出た30連した。うわっ、すごいね、30連もすんの。あれファイナルありますよ、まだやばいファイナル山ほどありますけど、うち問題ありますか。なんか業務連絡、若干1名体格の良い男が不法侵入、迅速に排除せよということで、ね、あ、危ない危ない危ない、楽園ビル最高、やっぱり空気じゃねえか、まだ春日はようということでね、昨日のね、相模原店の放送でね春日やったんですけどね、うん、あれ面白かったですね、あの台は、はい、来週入りますから、はい、横須賀店も、ね、来週春日と金色がね、言わないで、まるで入ってないみたいな言わないで、小さい声で言って、まるで入ってないみたいじゃない。入ってないから、入ってないから、うるさい、入ってないから。増大ですよ、はい、増大じゃないです、一台もないで、まるで入ってないみたいじゃないかやめてくれ、はい、店長券、店長券は何回差し込めば当たりますかと。何ですか。店長の券は何回差し込めば当たるんですかと。1回で入りますズバッと、昨日放送30分前に寝落ちしてしまって見れなかった。あ、本当ですか。ぜひね YouTube の方で録画見てください。来週、横須賀に金色、空耳かな。空耳です、あ、空耳入る、預けんを押し込むと当たりますかと。まあ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 当たるかも、は春日ない、ガロない、この店ストレインしかねえなと。何を言ってるんだよ。ヤジキタがあるじゃないですかね。そうそうそう、スロットは本当に寝台バンバン。いやもうスロットも本当バンバン、バンバンありますよ。やっぱね、この辺は店長のね、もう店長が代決めるんですよね、やっぱりね。そうっすね。やっぱりね、あのパチンコの方がね、頭を湧いてる店長ですからね。それ入れるわね。本当ね、ガロはね、間に合わないわね。入れないわ。そうね。どうなってんだろう。どうなってんだですよ、本当にね。今日は2時までヤジキタやるんですかってことなんですけど。いや、そんなことないですよ。この後あれに移動します。バーチャファイター。バーチャファイターね。バーチャファイター5分だけやって終わります。いやいやいや、これ、ヤジキタね、まあ1時間近くやって、
でバーチャファイターにどうと。で5分やって、花のケージ竜をやりたい。やめてくださいよ。需要ないでしょ。みんな大好きな。需要ないでしょ。ほら秋田から他行こうっすよ。ほらやめて本当に。あずけ今のおすすめの台は何ですかね。誰のやつか。うちですか。はい。もうリングですよ。ああリング何台あります。そうなったらリングですよ。リングあの運命の日ね。そうです。はい。何台あるんですか。15台あります。お結構ありますね。はい、リングぜひ打ってください。今日も結構出てましたねリングね。結構どころじゃないですよ。何をおっしゃるんですか。結構箱積んでれる方がね。結構ね。たくさんいて、おお出てるよみたいなね。何をおっしゃるんですか。はい。CR バーチャー何年前の台かな。違いますよ。4年前、ね、4年前ですよ、ね。違います。新台のパチスロの方ですね。はい。スロガロ行こうよ。ないです。ありますあります。ないです。ない。次回キコーナルのリニューアルはストレイン専門店になるんでしょ。いやなんないです。あキコなるは次回ならない、ね、あれですよね、バキ専門店です。バキ専門店、うん、ね。はい、ということでね、あんちゃんがね帰るということなんで、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。明日はまずは伊勢崎店。はい、そうですね、明日伊勢崎オープンなんで。夜はトツカーニャ。はい、夜はねトツカーニャ見てください。何の CM してるのよ。夜は伊勢崎で遊びます。夜は伊勢崎でなんか変なことしますね。はい、あんちゃんマットで待ってます。マットで待ってるからやだ、うん。焼きそば食いに、来ただけ。あんちゃんバイバイ。あんちゃんバイバイ。なんで、今時期3週遅れになったんですかと。え、何のことですかね。すいませんけどよくわからないんですけど、まあ、頭は空いてるからですよ。遅れてませんけど、リングとかゼニもろうても歌うわ。CR ストリートファイター4かなと。また爆練見せてよと。見ていただいてありがとうございます。 あの時はね嬉しいわ。エンディング見てたんですよね。そうですそうです、ね、あれ私打ってた時、ね、違います。モッサンが打ってました。嘘やめてくださいよ。途中で俺打ちましたよ。嘘ばっかり本当ね。あずけん地球が、滅ぶ、最後の瞬間にかけられたいプロレス技ってありますか。ああそうだね、うん、ああ永田ロックですね。永田ロック何それ。モさん元気ですかと。モさん元気ですか。モさん元気ですよ。あ元気。いやいや元気ないですよ。元気元気。なんで元気ないの。元気元気。なんで元気ないのか知りたいね。平塚のリング誰も座ってなかったけどと。あ本当ですか。でもやっぱあそこはもうガロがねありますからね。ガロいやでも横須賀リングめっちゃ座ってますよ。めっちゃ座ってますね。はい、ほとんど回ってますね。嬉しいこと言ってくれるね。たまじゅうちゃんもたまに嬉しいこと言ってくれるね。いつも座ってるしめちゃめちゃ出てますよ。出てますね。もう嬉しいこと言ってくれる。女の子の話しかしないのに普段は。嬉しいこと言ってくれるよ。おかしいやろどう考えても。なんだろうな。嬉しいこと言ってくれるね本当に。ホラケはどうしてもできない。あ怖いのか。あなるほどね。ジャグラーのコインサンドが懐かしくてびっくりした横須賀店と。コインサンド。コインサンド。なんだろう。な分かんないな。ああ分かりました。なんですか。なんとなく分かりました。なんとなく。でも答えないですか。大丈夫。分かってない。チェリキチ元気ですか。元気ですよ。電気アンマじゃないのあずけん。それもね。リング臭いからやめとく。伊勢崎は期待できますかと。はい、期待できますよ。ぜひ行ってください。もうグランドオープンですよだって。もうね。ぜひ行っていただければね、楽しんでもらえます。もうね、60店舗目の記念すべき節目のだよ。キコーナの60店舗目と。すごい店舗ですよ。はい、なんでね。店長もごついですし、ええ、もう行ってください、ぜひ。全員海パンでお出迎えですからね。はい、それはないです。明日は、向こうの店長、海パン履いてます。やばいっすよ、はい、全員。それ捕まっちゃうから、本当に。海パンでお出迎えします。ね。まあね、伊勢崎もオープンなんですけれども、うん、12日にはね、大阪の布施に、はい、あ布施 ね61店舗、ね、1店舗目がね、はい、オープンしますんでね、大阪の方はねぜひ布施店。店長さんは布施明ですからね。違います。はい、全然布施店もね行っていただければと思います。違うね。はい、もうね本当グランドオープンラッシュというかね、今月は2店舗、ね、グランドオープンしますんでね、はい、ぜひお近くの気候などでね、うん、ご意義いただければと思いますね。はい、店長ごついのがセールスポイントなのかと。いやもうごついですよ。とにかくごついです。とにかくガタイがいいと。ごつい。もう岩みたいです。顔もね、ごついんで、どんな感じの方なんですか。どんな感じ。どんな感じ。どんな感じの方やろ。コテコテですね。関西人ですか。関西人は関西人やと思います。あ関西から来た方ってことで。じゃあ関西弁。もうそろそろヤジキタやめませんか。ちなみにもうなんか全然これなんか面白いな感じが、まあ、あと56で関所やから、ね、そこまでね。はい、ちょっともうなんかやってますか。座ってるだけでしょ。休憩所みたいな感じで。近くの店だとリングの横に戦国乙女とかあってばアンバランスだ。おー、65店舗目くらいで北海道かなと。
北海道はまだちょっといやもっと早いですよ。いや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 64店舗目にしたいと思います。64店舗目ね。預けの力じゃ出た。行きますよ北海道に。あなたの北海道に行きますよ。預け北海道出身だからね。そうそう、そうです。この辺はね、北海道に行きたいですよ。はい、ね、海パンでバディだー。お、いいですね。うちはガロー、リング、アマアキナ、アマソーテン、ハルヒ、ハル一番やばーと順番的にか、人気のハルヒはここまで稼働悪いとはと。あ、そんな悪い。60店舗目ってことは全6かなと。なんで知ってるんですか、ね、なんで知ってる、関係者の方ですかね。伏せはろくなパチはないわ。あ、そうなんだ。伏せ店の配信面白かった。そうですね、伏せ店の生放送も毎週月、あ、毎週じゃないや、各週月曜日。あ、もうやってるんですか。やってますんでね、ぜひ見てください。手帳は伏せあきらですか。違います。伏せ店のね、店長も面白いですよ。面白いね、あの変態な感じの店長さんでしたね。伊勢崎もあるのかなってことなんですけどね。その辺ね、ありますよ。ご期待ということですね。ごつい店長ってイメージダウンじゃないですか。もうちょっと柔らかい。いやでもね、それがね、まためちゃめちゃね、うん、優しいです。あ、優しい方だと、はい、絵面悪いのに優しい。おお、はい、ギャップがあるという、はい、ギャップがね、可愛い感じですよ。ザ、ギャップ。ぜひね、はい、あの放送出た時はね、ぜひ皆さんもうどんどんしゃべってあげてください。はい、いじってくださいね。ズラ部長忙しいなってやめてくださいよ。ズラじゃないですよ、ね、はい、気にしてましたよ、本当に。嘘、そういう風に言われてるんですよ。そうそう、気にしてた。本当に撤回してくれっつやばいよ、やばいよ、本当に部長とかね、偉い方ね、やばいです。ストレインで例えるとどんな感じですかと。あの伊勢崎の店長が。あ、ストレインで例えると。うん、誰やろう。例えづらい、もうそんないないでしょ、キャラクター。グロワール、グロワール。グロワールだな。ヤジキタのコメント排除されました。みんな水着着て、オキしてるんでしょと。明日ね。そうですね。明日ね。あ、そうそうそう。はい、明日ね。あ、もう4ゲームなんでやめましょう。開けましたんで。待ってよ、もう。ガチムチ系とかそういうお店にしてた時は違いますけど、結構ガタイいい方多いですね。はい。あの店員さんも伊勢崎店は。あの主任もね、一人すごい、そうですね。はい。茨城サイトのね、そうそう、ごちゃんね、生放送に出てたね、そうそう、ゴリ主任もね、いらっしゃいますし、はい、ぜひね、一度行ってみたいと思います。来たよ、来たよ。巻き場を打とうぜ、わらわら。ああ、もういい、この間やったね。はい、ただスルーよりパチが見たいだけだろうと。あ、パチンコ見たいのか。細川さんに会いたかったな、なんで今日じゃないんだよと。明日細川さんいます。明日いますよ、多分。いや、会いたかったな、細川さんに。たかしですか。いや、違いますよ。横須賀の時に出てもらったじゃないですか。すごい人気ですね。だいぶ人気、本社の。たかしですよね。違いますよ。違う、男じゃないですか、たかし。あ、龍一郎か。細川龍一郎って誰ですか、これ。しかし、周期短縮しないなと。そうですね。これ負けたら大移動しましょうか。ちょっと負ける前にやめましょう、はい、このいいところで。ジュラ部長ごめん。じゅんちゃん、ってプライベートだとどんな人を預けん教えて。じゅんちゃん、あ、終わった、うん、はい。じゅんちゃんはね、比較的もう意外とね、ええ、面白くないですよ。なんだそれ。そのイメージ悪いやん。いやいや、こういう風に見えてすごい明るそうで、そうですね、ガツガツ言ってる感じですけど、ええ、普段はもう暗い。普段は意外と面白くないです。いやいや、そんなことはない。隅っこの椅子でパンかじってる感じ。いやいや、違う違う違う。違う。そう違う。いや、でもニコ生の方があんま喋ってなくないですか。ニコ生の方が喋ってない感じしますね。 でもね、でしょ。普段のはもうちょっと喋ってますけど、喋ってるけども、まあ、9割女の話してます。あー、9割してない。いやいや、してない。それは失礼です、してない。9割以上ですね。いやいやいや、飛び越えてます。面白くない感じの時間。もうやめて。わらわら、ラグランジェかなと。預けの純ちゃん、純ちゃんディスが始まりました。預け細川さん連れてきてよと。いいですね。もうでもいますけど、いますよ。関東乗り込んでんじゃないんですか。いますよ、ね、今もう多分伊勢崎で、ね、止まってるんじゃないですか。はい、うつ来たよ、こんばんは、どうも。おらそう、おらそう。バチやらないんですかと。先にあっちやりましょう、バーチャファイターね、はい、バーチャファイターあるんですかね。もうバジャブやめましょう、はい、もう今日は打つのやめましょう、もう、今日はガンダムやります。やらない。またバジャンプが必要になるのかな。あれバーチャファイターはない。バーチャファイターはどこ。いきます。カメラ向いてるじゃないですか、じゅんちゃん。バーチャファイターにここにある。どれ、ほら、アムロ、いきますってやって、はい、やろうよ、ガンダム。いやだ、ガンダム。ヤジキタも終わったの。終わりました。終わりましたね。アズケンも伊勢崎並ぶんですかと。並びたいね、うん、バーチャファイター。はい、どうぞ打ってください。いいの。
バジョエタ行きますよ。はい、大丈夫それ。こんばんは。朝からパチ4件発行してルパンで17連13連15連10連して300K 買って今帰ってきました。嘘でしょ。 300K すげえな。おめでとうございます。明日伊勢崎で会いましょうよ。ねえ、ちょっとぜひ伊勢崎お会いしたい。遊び来てください。お会いしたい。あやかりたい。あやかりたいよ。うん、あやかの歌歌いたい。誰か聞けよ。誰か聞けっちゅう話だよこれ。それあれ蒼天の剣ですかね。それ違いますよ。バーチャルファイター。なんかだって4つある。これもね最新台なんでね。そうですね。これもうこれ見てください。もう大当たりも131回。あーすごい。さっきなんかそれ間違って上がってましたね。いやいや上がってない。こちらもですねゲーム数減算方式の台になってまして、左上に今94回って書いてあると思うんですけど、それが減った時に今チャンスが訪れる。それはなんて書いてるの。青いやつ VF それとも AF どっちかな。やめてください。VF でいいのかな。 AF とかやめてください。ああ誰だろう。VF だろ。ガンダム見たいわ。わらわら。じゅんちゃん関西機構の店長さんや社員さんに知り合い多いですかと。あいますよ。たくさんいますよね、はい、やっぱり。今日ゲス吉はいないんですか。ゲス吉もうちょっとしたら出てきますんで、はい、今預けアムロのモノマネに似てない。いやいや聞いてんの。見たいわと。聞いてたのかな。デュラル出してよじゅんちゃんと。えデュラル。デュラル。うん敵じゃないか。あれだよ。ああなるほどね、うん、あはいはい。鉄のやつ。鉄のやつだ。違うでしょ。鉄のやつだって。あ、そうだ。そうだよ。あれっすよ。アズケンはこのあバーチャファイターじゃないわ。何？鉄拳やったそれ。何？間違えた。ゲーム好きなんですか？いや鉄拳はすごいですよ。もう大会に出るぐらいですか。うん次行こう。バーチャ、打つならぶっちゃけ戦国乙女、がいいと。ほらストレイン打たないの。ジュンちゃんやっぱ逃げだな。いやいやビビってるね。ストレインはね。ビビってるだよ。その細川じゃねえよ。55年体制を壊した細川だよ。先代じゃん。またバーチャ、あ、これ読んだね。知ってるね。読んだかなこれ、ね。大丈夫かな。はい。やじきた秋田から明日江ノ島に捨てようと。捨てようよもう。ダメダメ。死んだやから、ちなみにやじきた5台ありますからね。売ってください。ぜひ。サザンビーチに捨てようよ。何ね。こういう原産式のゲーム性のスローって放送に向かなくないですか。ほらどうしようこれ。うん、もうやめたらいい。いやちょっとねちょっといいあの触りみたいな感じなんで。まあ、ね、あなるほど、ね。じゃあある程度のゲーム数まで、はい、ジャグラで消化しよう。なんで。あジャグラでもいいですね。やめよう。うん猿島に捨てます。捨てようよ。関西人がザザムにビビるとかわらわら。ビビってる。ビビってない、ビビってない、うんガロの上のとこだけ、捨てようと、顔のとこね、これが噂の、バーチャンファイターかと、あーバーチャンファイターね、新進党とかあったなと、昔ね、黄金騎士ダザムは出ますか、出ません出ます。ヤジキタって次のゴッドの抱き合わせなんですかと。あそうですね知ってますね。よく知ってますね。よく知ってますね。ライジングですか。はい。あずけんじゅんちゃん、明日伊勢崎行くから友達になろうよと。あ来てくださいぜひ。お待ちになりましょう。はい今日もね、本当に、さっき放送始まる前にね。そうなんですよ。視聴者の方が。そうですよ。来ていただいて。すいません、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。感動しました、僕は。はい。嬉しいです。超嬉しかったんでね。2時間もね、もう強制的に圧力ライター渡しといたんでね。いやもうあれ持つと負けるんでね。あごめんなさい圧力あれ駐車場に駐車場に捨ててありましたよあれ。やめてやめて。ちゃんと持って帰ってちゃんと持って帰って。うん。ちゃんとねあれ持ってね勝てるか負けるかね実際実践していただければと思います。いや負けるあれは。相当捨ててください。いやありがとうございました本当に。ぜひまたね遊びに来ていただければと。はい来てください。はいもうございます本当にありがとうございます。ありがとうございます。マジで言ったら何かくれるんですかとも圧力ライターあげますよ。横須賀店のガロ最高。放出は何発ですかと。横須賀店の、うん、ガロファイナル。ファイナル何だってないでしょ今時期ないんだからね今時期ないんだから、うん、ファイナルはファイナル何言ってんだ君たち君たち何をおかしいのこれ今時期ありません今時期ないうるさいうるさい今時期はありませんもともと入れるつもりなかったからあんなの、ね、こんなこと言ってるけど、ね、あんなの入れるつもりなかったから本当はね本当にもらえなかった、ね、無理やり入ってきたからさもう何今時期入れろよともうねもう無理やり入ってきたからあんなのねプッて入れなかったよ俺は、うんストレインは打たないんですかと今日はやらないですね。はい、預け秋田から江ノ島の海岸に捨ててこようぜ。そうだよ、ほら。犬神明での逆さ言ってんだから。はい。もっと面白い機会をさ。はい。そうよ。いや面白いからこれ。何がいいですか？もうガンダムだっつってんだよ。ガンダムはないってだから。行きまーすってやってやる方。ない。今時期入れない店舗なんてあるんだわらということね。
あるんですよ。はい、聞こうね、横須賀店。あれはね、もう入れませんよ。関東でね、入ってないの横須賀だけですからね。もう入れないですから。もう、ね、ずっと入れないですよ。ファーストチャレンジャーバトル。はい、来ました。はい、8月11日に入ります。はい。入っちゃう。無理やり入れられたから、8月10日の11日の寝台入れ替え入っちゃう。サンセット仲悪いんですか。参っちゃったな、ほんとな。まあ、サンセはジュースおごってくれないからきっと仲悪いんでしょうね。うん、はい、ガンダムはよ、今時期何か弱いリーチで当たるんだけど甘いのあっちゃんってことなんですけど、甘いか辛いかで言ったら多分甘い部類に入ると思いますよ、ガロは。まあぜひね、10万発報告とかも私聞いてますから、結構まあ爆裂はしますよ、あの台は。ね、はい、巻き場を入れた、うち関西やけど店長が反射にぶち切れて、ほんまに金色入れないらしいよと。おー、 いいですね、かっこいいな、ね、かっこいいな、そういうのは。預けそういうのできないからね、かっこ悪いからね、本当にね、うん、ちょっとなんかね、まんじゅうでも持ってきたら食っていいですよ、まんじゅう簡単だな、おまんじゅう食ってたよって入れますよ。もうね、本当に、ね、あの担当の反射さん、ぜひまんじゅう持ってきてくださいね。竹谷さんからもうガムもらって、もう入れちゃいましたからね、ストレイなんて。ガムで台入るね、もう絶対持ってくるわ、俺コリスガムで、アフロ行きますって預けができないやんと。あ、アフロね、髪の毛がね、はい、ないからね、今時期入れるように、竹谷と仲良すぎて三世がジェラって入れてくれなかったんですかね。そうですね、はい、バーチャはいいから携帯少女配信はよ。携帯少女ない、携帯少女ないっすね。あれ北電子、うん、じゅうちゃん、もうそろそろ終わったかな、それな、うん、終わった。あーっと、スイカだ、はい。まあ、これもこちらの台ね、台の説明してないんですけども、こちらね、純増 2.5 倍の、AT キーになってますね、こちらもね。まあ継続率があるのかな、 76% から 92% って書いてあるね、の AT ということでね。なんかこのバトルを、さっき純ちゃんがやったバトルをストックするようななんかシステムもあるんだよね。要は想定の剣かな、それ。いや、違います。まあ、ちょっと違うかな、想定の剣じゃないの、うん。あれ、ヤジキタじゃないんですかってことなんですけど、ヤジキタね、もうみんな飽きちゃったからね、もうね、バーチャファイターに移動しました、うん、はい。モンハン見てよ、フェーと。モンハンか、モンハン打とう、モンハン、モンハン、モンハン、もうゴッド行きましょうか、じゃあゴッド。ハーデス、ダメダメ、ハーデス行っちゃう、うん、何でもいいですけどね。エヴァの 初号機がダダムに見えるのは横須賀病でしょうか。横須賀病です。なんだろう、横須賀でスロー配信する。おーっと、これ右、はい、右側だけ逆回転になってます。おー、ほんとだ。ヘルシングないですかと。あ、えヘルシングない、北電子のない、ない、すいません。モンハン解禁したんですかと。解禁してないですけどね。乙女ねーの、立ち悪いやつバージョンですかと。まあまあ、でも立ち悪いというほど悪くはないと思いますけどね。スロット番長とサラキンさえいれば他の寝台いらなそうじゃないですか、純ちゃん。でもまあサラリーマン金太郎はね、ちょっと伸びたんでね。そうですね、10月になりましたね。10月ですね、はい、はい、金太郎10月、9月に番長で、8月の終わりにあれですね、あ、バサラ。そうそう、バサラ、まあ、バサラがね、9月もう1日からスタートで、ね、はい、そうですね。バサラ面白いですよ。面白い、面白い。あのチェリーを待ってる感じがいいですか。うん、そうですね、チェリーダメね、いいですよ、あれね。あれはちょっと演出的に新しいんでね、あれは面白そうですね、はい。右っておもちゃリールだから目押し必要ないのかなと。あ、そうなんや、はい。まあ、勝手に止まりますもんね、はい。あ、勝手に止まりますこれ、はい。止まんないですか。止まんない、押さないと。あ、そうなん。何個目のボタンと連動してます。3個目押すと勝手に止まりますよね。あ、こっちですか、はいはいはい、あ、そうそうそう、はい、そうですね、はい。圧力ライター持ってうち行くぞーと。あー、ぜひ行ってください。ありがとうございます。大負けしてください。やめてください、大負けしてください。圧力ライターで勝ったよーっていうね、コメントね、いっぱい打ってくれてね。嘘です。いや、嘘じゃない、嘘じゃない。嘘です。半蔵はないんですかと。半蔵ないかな。ないっす、ないっすね。半蔵ないっすね、はい。服部半蔵、いやいや、おとぎや半蔵でしょ。おとぎや半蔵。ゲゲゲの鬼太郎はない。あります。お、鬼太郎はある。鬼太郎ありますよ、はい。あんなカス台今しか打てないから見たいわ。おー、ハーデスでもバジでも何でもいいよ。あ、なんか右のリールが隠れた。あー、ほんとだ。何がこれ、なんか3連7とかになったりするんですよね。そうですね、うん、なんだよ俺、はい。来週横須賀行くからライター預けに預けておいてくれる。あ、わかりました。
もう千本ぐらい預けてる。もういらないもん。圧力ライト千本ぐらい預けてる、ね。俺投げてやろう。リサイクルでもない、あちゃんって何の雑誌のライターですか。雑誌じゃないですね。罰ゲームって、バリカンでカッパヘアになるんでしょと。もうなってるなもう。はい。バズラ忘れてた、エンタだから来たいと、うん。そうですね。エンタライズの信頼ですからね。罰ゲームやんないのと。あ、罰ゲーム。罰ゲームなんかやります？罰ゲームのネタがないからさ、あ、用意してないからね。あ、そうね。まあ、やるんだったらね、持ってきますよ。やるんだったらもうガッチリさ、ね、持ってきますよ。バサラ忘れてた。あ、これだ。預けんレギオスのアマ入れる？レギオス。はい。アーマー？うん。どうしようかな。考えてる？考えてる？どうしようかな。入れよ。もう入れよ。入れよ。あ、なんか文字金じゃないですかこれ。ちょっとね、今ね。ええ、多分こう疑似霊みたいな感じで、あー、あー2回目か。よし、じゃあ次行こうか。いやいやいや、こっからいいとこでしょ。次行こうか。これ今チェリー降格中なんで、はいはい、じゃあこの辺はなんかあれですね、チェリー降格とか北斗っていうか蒼天みたいな感じですね。はい、エンターはマジで調子いいねって。今年のベストスローハーデスかモーハンだわと。そうですね、まあハーデスかな俺は。金じゃなくて、な、黄土色、うん、なのかな。アマダダムは入れるんすか。入れもういやもうほんと入れなきゃなダメになってきたな。入れよ入れよ入れよ、とりあえず頑張ってみますよ、うん、なんだお、チャンス。罰ゲーム要員いるじゃん、前田くんとかチェリキチとかね、まあいますけどね。レギオスの演出ひどいけどアマのスペインだよね、スペックはいいんだ。お客様の要望に全て応える、それが横須賀店でしょ。頑張ってみます。頑張ります、ね、はい、頑張ります。頑張ってみます。もうじいちゃんそれ終わりかな。そろそろ。いやこれはきついな。これヤジキタとどっちが面白いですか。ヤジキタ。ヤジキタの方が今のところは面白いと。はい、じゃあどっちも結局あの江ノ島に捨ててこなきゃダメ。じゃあやっぱりそれはそういう風になっちゃう。じゃあもうガロ金色もいらないんでね、もう捨てましょう。導入前に捨てましょうか。金色はもういらんでしょ。金色売ろう売ろう売ろう。今高く売れるから。売ろう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 。うん。ください。一台でもいいからください。お願いします。スナイパーある入れてくれれば速攻打ち行くわと。あ、スナイパーどうですか、純ちゃん。スナイパーね。え、うん、古いスナイパー。そうそう。あー、なるほどね。でももう中古とか結構安いんじゃないですか。安いっすね、ね、スナイパーね。ちょっとね、考えておいてください。はい、わかりました。はい、パチに行きたいんだけど、いい加減にしろと。何萌えけん3のアマ入れてね。あー、萌えけん、萌えけん、萌えけん。はい。行きますよ。はい。金色よりファイナルの方が当たりが軽くていいと。あー、これみんな言うね、重いイメージがあるみたいだね、金色。重い。当たりが。で、当たるときしょうもないので当たる。あー、確かに熱くないやつでも当たったりしますからね。はい、まあ、それはありますね。預けんは、壊し見てから昇竜余裕。え？壊し見てから、昇竜余裕？どういうことだ？わかんねえな。金色は視聴者プレゼントでお願いしますと。まあ、1台くらいいいじゃないですか。1台でもいいからください、ね。ストレイン山を AKB と同数入れて交互に設置すればと。あの、すいません、もう会社的に何か問題あるんですかって言われるんです。はい、バラエティに懐かしい萌え台コーナー作ってシンデレラ2に合わせていろいろ出して。あ、シンデレラね。シンデレラ出ますね、新しいのブレイド2ね。シンデレラブレイドね、はい、今度見ますよ。あ、今度見に行ってくると、ね、はい、で来週あたりね、ちょっとお話聞きたいですね。どんな題で。来週はあの TM レボリューション見てきます。あ、預けは TM レボリューションを見る。見てきます、ね。はい。最近なんか出ました、あの見ました、新題は。新題 あれだけですね、見たのはモモキュンソードだけ。あ、モモキュンソード、どうでした。面白かったですよ。あ、面白かった。いくらもらったんですか。もらってないですよ。もらってない。もらってない。絶対もらってないんだ。預けが面白いとか言うわけない、ね。絶対もらってないんだから。なんかもらってない。アイスクリームなんてもらってないんだから。もらってないからね、俺絶対。絶対もらってないから。絶対もらってるわ。TM レボリューション楽しみと。あ、初見数、こんばんは、どうも。おどうさ。いくらもらったの。シンデレラマジで楽しみなんだけど。あ、シンデレラブレイドね。金色は重い、物理的にね、42キロね、新お天気スタジオはありますかねと。あー、ないです、平和のですかね、お天気スタジオって。作ってないかな、うん。ハーデス誰が打ってんだよ。私でした。はい、金色 ST するしすぎだわと。金色はごちゃごちゃしすぎ、ファイナルの方が分かりやすいと。そう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 。それはあるかもね、うん。AKB2 の後は何がおすすめですかと。え？ AKB2 が出た後のパチンコは何がおすすめですか。あー、なるほどね。
まあ鬼平ハンカチョウじゃないですか。ああ、うん、出ますからね。モモキュン2ボックス入れるのかな、受験それ首ですね。ティームレボリューションどっから出るの、風出るのってことなんですけど、第一ですね、確か。アンパンですかと、ミリコの寝台気になると、これは多分当分先だと思いますね。あ、そういえばあれですよ、北斗の6パチンコの、うん、あれ決定通ったんですよね。あ、そうなんですか。そうそう、新しい北斗が決定通った、多分年末でしょうね。なんでね、じゃあ、まあ、ゴトも年末ですもんね。ゴトも年末ですね。まあね、やっぱもうこの時期からもう年末の話はね出てきますから、結構注目の台も多く出ますよね。パチンコだと浜崎あゆみ、高田組あたりがね、この秋を賑わす新台ということですね。稲川淳二が楽しみ。あ、稲川淳二も出るね。稲川淳二面白そうだよねと、うん。預けん、そんなんどうだっていいから冬のせいにして温め合おうよそっちか。和骨です、こんばんは。今日ハーデスで2連続1000ゲーム超えからのガロファイナルでまさかの20連でまくってきましたと。すげえ、素晴らしい。ハーデスの野郎許さんということでね。まあね、そういう展開あるからね。うん。純ちゃん暑い？どれですか？ない？大。いや、もう全然暑くない。暑くない、うん。キャプテン翼出るって本当ですか？本当ですね。あ、出ますよ。スロットもパチンコも出ますからね。はい。あれ、ヤジ来たわってことなんです。もう終わっちゃいましたね。はい。今バーチャファイターってます。これもらいます。あ、何ですか？モモキュン。あ、超いいじゃないですか、これ。モモキュン学習帳。モモキュン学習帳、これ超いい。中身欲しいよ。中身やばいですか、ちょっと見せれないです。あ、中身はやばい。ちょっと、中やばい、中やばいね、これ。やばいね。これちゃいました。学習帳まだまだ。年末といえばエヴァナイン出るのかな。出ます出ます。北斗も出ますね。あ、北斗出ますね。剣豪ですね。北斗11月にするらしいですよと、年末の寝台ラッシュ避けるみたい。お、まあ、先の方がいいかもね。出た伝説の浜崎わら何を学習するんですかね、それで。これね、ちょっといやらしいこと書いてますよ。いやらしいこと学習してくださいって書いてますし、ね、いや、まずいですよ。本当に書いてます、これ自分で。はい、自分で書いたんですけど、私、ね、やめてくださいよ。いろいろな対応を、ね、やめてくださいよ。絵で書いてます。はい、あ、はい、あれどうした。はい、小牧市来たんでね。はい、エレコの寝台って何ですかと。エレコヤジキタの次バットマン。バットマンだね。バットマン、はい。なんだエレホンカバラ、ちょっと見ててよ、あずけん。中身ですか、はい、ちょっと恥ずかしいです。純ちゃんは夜もバットマンですからね。あら、ごめんなさい。全然関係なかったです。あ、すいません。違いました。あ、純ちゃん夜もバットマンって、バットマン夜しか出てこへんでしょ、それ。すいませんね。純ちゃんは、純ちゃんは昼も夜もバットマンですよね。すいませんでした。ごめんなさい。ごめんなさい。ゴッサムシティって言いましたね。あそこがゴッサムシティだ。意味がたまったもんじゃないですよ。本当にエヴァナインっていつ出んのと。まあ、まだ先ですかね。はい。ジャッキー・ブライアントでいきましょう。またあのガンダムとかもまた出るましたですね。ガンダム？ガンダム。パチンコ？パチンコですね。シードかな。そうですね。バットを磨き続ける男、純ちゃんね。笑わせるのが怖いよ、本当にもう。この台の V が、サンダーとかバーサスの V に似せてるよね。ああ、そうですね。似てる。うん、サンダーの V に似てますね、はい、V ゾーンですからね、気をつけないと。浜崎リユースですかと。リユースじゃないですよ。リユースです、純ちゃんのツッコミが正論すぎて笑った、うん、あずけの噂で、チャンバも走るってマジですか。さあ、それさ、もしかしてそれキャプテン翼じゃないですか。そうですね、三世ですね、あれね。三世ですね。純ちゃんは馬カボーだもんねと。なんでなんすか。あ、なんで知ってるんですか。アイスの馬カボーのサラミ味ですからね。なんでサラミ味。サラミですかね。ルパンの甘入れる。ルパンの甘は入れております。はい、入れます。これ装填ですかと。装填です。あ、装填じゃないです。バチャバチャでーす適当に言ってないの。装填です。完全にこの台を押す気がないっすよ、ね、いや、全然押してますよ、本当にね。おーっと、すごい、ゲゲアズ、すげー、超滑った今。何がゲゲアズ。何がゲゲアズ三連スイカ。おー、すげー、なんか。じゃあ次、次行こうか。次行こう、うん、真ん中に転がった。これはやばいよ。うん、あ、次行こう。これはもう来ちゃうよ。次何や、なんだ。あ、来たー、ウェイ。もっとこっち、もっとこっち。次はじゃあ、はい、何やろうかな。マジカルハロウィン3でもやろうか。マジカル、ああ、マジハロ。いいね。ちょっと待った、これサンダーアイレス最強スイカ世界学徒。はい、あ、7を狙うんですか、これは。はい、狙ってください。え、見えへんわ。もういいよ。え、白 7？
白なしかないやん。白白白。緑だ緑。緑だ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 。もうそのままにしてよと。あっちゃん、乳銀以外幼いもんねーと。そうですね。私、明日も乳銀さんのお仕事で、ね。あ、来ましたよ、これ。ああ、なんだこれ、100があるぞ。もういいよ。もう、じゃあ、コードギアスと。コードギアスね。30ゲーム。そして、ガウェイン行くまで。ああ、いいですね、ガウェイン。ガウェインとね、ループ入るまで帰れない。ループ入るまで帰れない。うん、なんで右リールは逆回転してるんですかねと。壊れてるんですよ。壊れてないです。壊れてない。はい、古い台なんで壊れてるだけです。あつろくん隣に変なの映ってるよ。はい、自己紹介して。はい、イモキ、イカキ、どうも、イカキチです。イカキチアイです。イカキチです。ホモキチです。ホモキチです。気候内横須賀店パチンコ館の副主任、はい、ホモだホモです、はい、チェリキチでーすチェリキチよろしくお願いしますイカキチです、ラグランジェやってとギアス見たいおいいですね発言ギアス好きなのかそうですね私好きですねはいもういくらでも打ちたいですねゲソキチ来たな、うん、圧力あこれ読んだね、刑事の信頼まだですかと刑事も年末ですかねそうですねはい、右リールか疑似リールになってるんやそうですね、オッツホモ本編来たホモが来たので通報しますねと通報してくださいジャックやろあれ圧力隣に幻覚見えるほうほうイカ野郎こんばんはおーこんばんは、チェリキチバジでとロバート山本ウスとこんばんはどうもチェリキチ今日も頼むよおい、はい、任せてくださいよはい、任せてくださいなんだぞ、うん、エロ吉ちょっとうるさいですねそれ静かにしてもらえますそのダイがうるさいのはいいのちょっとそこれ音量調節してあるから大丈夫なのその意味のわかんない想定の件ですか想定じゃないですバーチャファイターですよはいホモーダホモーの真似してホモーダホモー、うん、わかんないじゃないですかまだ若いって21歳だからねこっちついてこれないねごめんなさいちょっとついていけないです、はい全国の佐藤さん逃げてやばいやばい逃げて逃げないでくださいよ、ね、今週の佐藤さんどうだった今日は、たまんねーですねあのストーキングしてますからね全国の全国の佐藤さん気をつけてください佐藤さん、ストーキングされてますよチェリキチにちょっとズボン開いてますよちょっとなんかズボン下げちゃったよおいやめてください本当にねやばいやばい先週、先々週約束した写メ撮ってきたあっ撮ってきたの写メいや撮ってないですよ約束したでしょ写メ撮ってくれって写真ですかうん佐藤さんのすいません間違えて佐藤ガジローの方とかすいませんでしたガジローさんの方とでもお指示見せだけでループ終わるとかギアス鬼畜だよねと2回やらかしたとそうですね、そうですねあれは怖いですよ今日は大木ボンドとロバート山本とカッパとうまい棒のコラボとロバートや、ね、ロバート山本誰誰ロバート山本テリキチテリキチあーそうよかったね山本ロバートで純ちゃんに至ってはもううまい棒うまい棒って言われてねうまい棒だひどいうまい棒はひどいよねチーズだもんねほぼたまんねーつサラリーマン、はもちろん入れますよねと当然ですねじゅんちゃんねバッチョ入りますよ金太郎はい、おっとなんだなんだこれはなんだいいよもう静かにしてもうどうせおー勝ったお誰これエドモンとホンダですかはい、エドモンとホンダで、こんな時代に1万4000枚出たイエーイおめでとうございますサロサトってもしかしてサト B 作ですかとそうですね、チェリキチは下ネタ大好きだから今日も全開で頼みますよとホモの乱入で画面が華やかになったな確信ということでね台の説明もお願いしますということなんですけどジュンちゃん説明してねまあちょっとよくわかんない7が揃えばボーナス確定はいそういうことです、ちゃんとやろうちゃんとパチンコ番組なんだからいいのかなちょっとパチンコ番組なんだからね純増 2.5 倍の、AT 機ですね、そうですね、こちらビッグボーナスっていう形で7揃いが AT の感じになってましてですね、継続率が 76% から 92% と、ゲーム数は開始時に決まって、最大ゲーム数が100ゲームという感じになってますね、うん、はい、バトルで、形式の、感じになってバトル勝つと継続というようなねゲーム性になってますはい、はいチェリキチ、盗難、犯、容疑でかかってますあ盗撮犯か盗撮犯容疑ね盗撮犯、はい、うんあれ証拠はあるんですかね証拠いっぱいあるよそんなの証拠の方俺がもう捏造して突き出すよじゅんちゃん預けんアトロクが来週の平塚放送で通帳公開するから見てねとあそうなの誰の俺のおおなんか知んないけどなんか3000コメント言ったら圧力の通帳公開しますみたいなおーっと怖いですよ怖いよ俺の通帳見たらマジドン引きするからねみんな、ね、やばいよ月曜日見てくださいねマイナスって書いてあるのやめてやめてマイナスはないよ大丈夫だよホモキチホモですあれモサンはモサいないですよ
チェリーマンだとバーチャイン中国ゲームする可能性はあるんですかと。ないです。いやいや、ありますね。全くないですよ、ね、そういう機会じゃないんで。あります、そういう機会ですね、ゲーム数はあります、この台20人抜きとかして獲得枚数1200枚やったんやけどと。あ、そんな少なかったの本当、それ言ったの、バトルに勝つ坂本に流れますか。これはなん、これがデュアル、はい、これがデュアルでしょ、はい、これがデュアル、デュアル、はい、デュアル、これは違う、デュアルでしょ、これ、うん、なんかチャレンジャー来てます。これデュアル？これはそうだよ。来たね、今夜もありがとうございます。これは押し入れにあるあのビニール製のやつじゃないよ、はい、違うよ。年収発表してと、チェリキチの通帳も見せてと。圧力って銀行で通帳作れたのそんなに信用されてるのってことなんですね。されてますよ、ね、10年以上前に作ったやつだから大丈夫大丈夫。お高い、万円入ってるくせにと。入ってないですよ、はい、ダチワイフ来た。ホモ吉は銭湯行ったらやっぱり足首に鍵つけてるの、はいはい、と。足首に鍵、なんかホモだっていう合図でしょ。つけないです普通に堂々とも、はい、ね、はい、ブラブラとしてます、ね、うん。純ちゃんチェンジでチェリ吉と、はい、ダチワイフ来たと、ギラル来たと。圧力は防音の家とか作ったし金ないだろうなと。お、よく知ってますね。すごいっすね。圧力残高483。483ってなんだ。KO! はい、来ました、これで上乗せですね、ゲーム数、はい、チェリキチ、チェリキチ打って、ちょっと、はい、圧力放送の方が松浦放送より楽しいの。ありがとうございます。これから罰ゲーム以外の圧力放送楽しいな。嬉しいね、ありがとうございますね。本当にね、関西と関東はね、はい、仲悪いんでね、ぜひね、勝ってくださいね。バチバチですね。バチバチですよ、本当ね。視聴者数とかね、楽しいな、負けるとね、ふざけんなよみたいなね。おーっ と、これ負けられない、負けられない戦いがあるんですよ、うん、そこにはね、はい、小前くん、もう放送終わりだけど大丈夫かな、はい、あ、もうすぐ終わり、うん、あれこれからもう小牧くんのホモ放送になるから、はい、この間ゲーム戦でゆらゆらしてるよね。ホモだ、ホモだ、ホモです。ホモだ、ホモかなと似てるね。ホモだ、ホモです。お、チェリキチ打つんだねと。純ちゃん、今週は ED 出るよ、出るよね、泣きということで。 ED? エンディング。あら、ああ、はい、お、お、チャンス目、はい、僕は ED じゃないです。いや、預けま、ED、ED じゃないです。ED だ、私は。ED だね。関東の店長と関西の店長も仲悪いんですかと。そうですね。いつも殴り合ってます。いやいや、まあ会う機会がないでしょ。会う機会がないです。仲いいですよ。でも月に1回は店長会議っていうのがあって、みんなでね、はい、そこで裸で殴り合う。どんな会社だよ本当に。体を鍛えろ。チェリキチ1回、1日、何回行ってる？はい。チェリキチ1日何回？何回行ってる？5回行ってます。5回行ってます。やりすぎだからですね。関東は罰ゲームほとんどないけどトークが面白いか好き。ありがとうございます。おー、ありがとうございます。バキバキしますから。チェリキチ画面に向かって謝って。はい。ダメだよ、ダメ、まだダメだって。あ、まだダメ。ダメだって。向かないでこっち。あら。もうちょっと頭もうちょい後ろ。頭、はい。はい。マリマリ今日は出ないのと。パンツ下ろして待ってるんだけど、と。あー、回り回り待ってるよ。ダメダメダメ、うん、ちゃんと履いちゃってくださいよ、はい、あ、そういえば CR、東の、超エリマネを撃破せよ演出が見たいんだけど、どこで見れますかと。しばらくそれ放映禁止、ね、副主任って何するのと。あ、どんな仕事するんですかってことだね。副主任はどういう仕事するの。いや、それはもうやはり皆さんを引っ張っていく立場でもあるんで、楽しく引っ張る、は、引っ張る、何を引っ張るの、何、何、あ、休憩を与えてあげたり。何、真面目か、何だよ真面目かよそれ。話がさ、たまたまビヨーンって引っ張ってムササビーとかやるんでしょ。ただのド変態の話。ただのド変態、引っ張る、引っ張るってたまたま引っ張るんでしょ。ド変態だ、うん、知ってる知ってる、はって言われる、はって言われる。謝れ画面に。まず謝って、本当にまず謝って、うん、うん、謝って、申し訳ないこと、うん、すいません。もういいよもう。ほんとにもうさ、はい、こっちほらこっち見てるから黙っとけほら。楽しそうな職場だな、働きたいよ。ひもーってなってるほら。チェリキちゃんホモ扱いされて、悲しみに暮れる時には俺が胸を貸してやるからなと。あの、はい、そんな胸貸したらペロンってされますよ。ペロンと
されますよ。おいーっつって。厚徳6は極、監獄での番号が6だからと。なんで厚徳さんの6号は、6号はね、うん、まあ、これ設定6から来てますね。嘘だよ。設定6からですね。厚1でしょ、厚1。違いますよ。厚1。裸で殴るとか男塾に出そうです、ね、男塾、江田島平八出てきますからね。ホモキチは圧力に枕営業したから放送出てるんだよね。なんで俺がホモになってんだ本当に。チャレンジャー来ましたね、はい。勝利期待度誰だ星5つ4つ勝ちじゃん、ね、誰だ、はい。今日寝台ガロで85箱出したよ。ワイワイ嘘でしょ、すげえな、思います。嘘、85箱はすごいな、素晴らしい、はい、打ち手台に集中しろ、会いたいよ、はいはいはい。帰る、守りたいこの笑顔。トイレ行け、おい、店長の貫禄、殴りたいこの笑顔、誰だよハーデス笑、純ちゃんハーデス打ち始めたな、グミ6、圧力イコール暑い、設定6、本命は寒い1、顔をこっち見た瞬間、家中の窓ガラス割れた、怖いよ、怖いよ、青い、チェリキチってチェリーやけど、バージンではないんだろうと。そうですよ、プロ、いや違います違います違います、プロの方にはね何回もね、プロじゃないです、見たこと、見たことない、あれですよ、確かなんかいっぱいブツブツのやつ入れてもらってましたよ、はい、KO、はい、いただきました、はい、でまた AT ね始まるというね、はい、継続となります、もうそろそろやめようかそれね、はい、ウルトラマンティガのパチはいつ出ますか、ティガー、はい、そんなん出るんすか、ウルトラマン出ますね、でもね、はい、ホモキチ相手が女キャラだからって、がっかりするなよ、はい、猫なんですねとバジキチ、ジュンちゃんはお仕事、いや今いますよ、ハーデス回して、はいはい、チェリキチって、はい、兄弟とかいる、あ僕はい、女誰がいいの、上にお兄ちゃん、お兄ちゃんが、あお兄ちゃんと、はい、お兄ちゃんともやっぱりそういうことするんだ、しないですよ。チェリキチは家族とめちゃめちゃ仲いいみたいな、仲いいね、僕、うん、はい、仲良く、なるほどね、はい、伊勢崎行きたいだろチェリキチ、はい、伊勢崎に行きたいだろうと、いやー行っちゃっていいですかね、いいよいいよ、ウルトラマンでジャニーズ解散の噂だよね、あ解禁の噂だよね、うん、あそうなんだ、おジャニーズパチンコ来る、いや来ないでしょ、ジャニーズ、ジャニーさんはこの前会いましたけど、打たないでしょ、この前会いましたけどやらないって言いました、じゃなんで会うの、なんで会うのジャニーさんに、うん、どういった要件で会うわけ、うん、ブランコチェリキチ、85箱出たから明日伊勢崎行きます、お行きましょう、お願いします、一緒に飯食いましょうよ、発見純ちゃん明日寿司食おうよ、おー乾杯、はい、行こう、お兄ちゃん過去一心、おかしい、行こう行こう純ちゃん、スターズ券、おかしい、マザコンで、ブラコンでロリコンかチェリキチ、わらわらチェリキチ誕生日いつ、僕1月になります、あ1月ということね、生誕祭やりましょうかね、うん、じゃあね、うん、生誕祭ね、チェリキチ生誕祭やる、生誕祭、生誕祭お願いします、はい、じゃあちょっと米読み交代してください、何どうも、どうもこのチェリキチがもう、はい、伊勢崎、はい、行くの、伊勢崎、伊勢崎ですか、もうさそれうるさくてさ、うるさくてそれあれなんじゃないの、聞こえないんじゃないの、あ、もうダイルの音が、うん、それ誰、これ星2つ、はい、坊主の預けられたくださいってないです、カッパ来た、カッパが来たな、確かに来たな、うん、ちょっと処理期待度が2つなんで厳しめなのかな、あ、きついね、あ、そう、それで勝ってみようよ、そうですね、うん、これ見せてやりましょうか、うん、僕の引きを、あれ、あっちゃん、それ、ま、負けたらこっち見てね、ちゃんと、あ、わかりました、もう、うん、見ても、はい、負けたらこっち見てよ、ちゃんと、よし、皆さん準備いいですか、来ました、勝ちますよ、お勝てよ、勝ったら負けたら謝ってよ、負けたら謝りますよ、あよし、全然減らない、そんな弱いやつにさ、ね、やばいよ、はい、そんな弱いやつに負けちゃダメだよ、あれ勝ってる、一位、何空気読めよ、空気読めよバカ野郎、もう本当に何しちゃってんだよ、まあ、あれ謝って、はい、空気読めなくてすいませんって本当にもう、何勝ってんだよもう、自分が本当空気読めなくて、どうもすいませんでした、なんなんその顔、何そのこの何何それ、何その顔、なんかマジで何やってんの、マジで誰、こっち見んの、謝れや、ちょ落ち着いてください、落ち着いてください皆さん落ち着いてください、やじきたどこだよ、おえーって出たよ、何なんすよ、何なん、いや今冗談は顔だけにしてくれ、おえーすいません、ちょっとせっかくだからこれ終わったら、
ちょっとジャグラー早掛けとかやりません？あーやろ、ね、やろやろ。誰が一番最初にペカルかとかのがなんかちょっと今日面白そうだね。パソコン潰れただってやるの。え潰れてない、パソコン潰れたって。チェリキチ、はい、ペカちゃんとね、チェリキチもう一回決め顔見して通報したってことね。気分悪いわ。決め顔見してよ。今日必ず見せる時が来ると思います、ね、火星に帰る、ね、火星に帰るよ。取っときますね。とりあえず3万円をこせってんで。払ってくれ。あーやばい、テレビ火吹いた。目が焼けたって。コンタクト割れたって。チェリー罰ゲームやれっていう。チェリー罰ゲームやれ。あやばい。あジャグハヤって。あーやりたいね、早掛けね、うん、あ黒さんかけろ。法廷で会おうとか言われて。法廷で会おう。ジェット系数機に巻き込まれてこいよ。うまい、さすが、ここのし、コメントがうまいっすもんね。うまい、グラサンかけろって。あ、ジュンちゃん元気、元気です、うん、チェリキチの決め顔で世界は救えますか。救えますか、チェリキチ。地球から出てけ。チェリキチウインクしてて、ウインクしなくていいからね。あ、チェリキチウインクしてて。ダメダメダメ、視力落ちたって。眼科大儲けってしてるから、チェリキのせいで。ところもな、そういう風になっちゃうんだから。視力落ちた。あ、ほら、ジャグハヤ、アンケートって誰が一番リスナーにかけさせてくれて、ほら。あー、アンケート取りましょうか。いいっすね、やりましょう。やろうやろう。はい、アンケート。ジャグラ何がいいですか、皆さん。なニューアイムかな。ニューアイムが一番いいんじゃないですか。ニューアイム。視力2落ちた。2なん、3じゃない。視力2なん。あ、ミンジャグ、ファンキージャグラー、ファンキージャグラーなんかあるんですか。ないですね、ファンキージャグラー。ほら、ド M なチェリキチいじられて、何スランプ、あスランプラグ、スランプグラフビンビンでしょだって。ハーデスにしよう。いや、もうビンビンですよ、もう気持ち悪いだろ、何がビン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 ですよ、もう。あ、ちょっと待ってくださいね、これ、はい、バーチャーのね、スペックは知りたい、視聴者の方がおられますので。あー、ぜひ解説してあげてください。これはどういう機械なんや、全くわからないみたいですよ、この人。ちょっと頼みますよ、ちゃんと説明してください。うん、これ純増 2.5 枚ですね。で継続率が 76% から 92%、 うん、はい、もう AT 機ですね。はい、もう多分ね、薄っぺらすぎて誰でも知ってるかな。もう言ってるよね。わかんないもんだって、これ。あ、チェリキチ君、はい、芦田愛菜のモノマネしてたって。アシダマロのあれですか、うん、はい、じゃあちょっとやりきりますよ。おいよ、ほい、アシダマロだよ、早く打てよ、もうすいません。どうしようかな、これ。すいません。ヤンキージャグラー出てこい。チェリジャグ、チェリジャグ、ミラクルジャグラー、チェリキチお持ち帰りってね。どうしようかな、佐藤さん気絶してたって。あちょっと今のウィンクでなんかもう今日食べたもの全部吐き出した、はい、やめて。で体だけは気をつけてください。来たよできん、本当に吐いたわ。できん、早く精神病棟につ、つけめよう。耳から血が出たらしい。うっせえ。耳が破壊つ。早く打てやとか言われた。早く打ってきます。芦田愛菜に謝れらしい。チェリキチはできんだなと。早く打てや。おー、素晴らしい、もうレインボー、ね、お、来たよ、決め顔ちゃん、ここ。さっきのウィンクで大学中退だった。ここ、うわぁ、ちょっと待て、痛い痛い、やばい。もういいっつの、やめろ、いらない。荒れるから。いつのやめろ。荒れるから。いや、今、完璧に、僕的に、はい、いいウィンいただきました。どんどんって、はい。はい、喧嘩打てるのかって、ほら、もうないわって、ほら、もう出ないですから、ね、相当切れてるよ、相当切れてる、ほら、もう。慰謝料いくらもらえますか。おっ、やばい、めっさおもろい。ありがとうございます。あ、もうダメ、他の放送見に行く。ほら、もうやめと。おい、やめて。ほら、みんなっつったろって怒ってる、ほら。はい、すいません。はい、目が、黒目なくなったっつって。黒目なくなってる、ほら。ドヤ顔いけるやん、お褒めの言葉もいただいてるで。 ありがとうございます。もう全然褒めてないから、何言ってんの。褒めてない、褒めてないわ。こんなやつ、ね、こんなやつ隣にいたら殺意湧くわっつってる、ほら。チェリキチのパルス。目がーっつってる、ほら。今ね、うまい、今うちで猫が暴れだしたっつって。はい。猫は
いや暴れだすわそれは。だから安売りすんなって、もういいからそんなもん。そうですね、もう今日はもうそれ封印してよ。あ、じゃあもう振り向き封印できますか。やめてよ、おもう喋んなくていいから、一切喋んないで。はっ、何が歯だ。あ、狙っといて、とりあえずそれ。あ、それ赤背景だから行くんじゃないのそれ。あ、何やってる。いや違うんですよ、これ右ディールがもう制御されてるんで。あ、そう、止まらないです、はい、あ、そうなの。でもなんか炎が紫なんで、あ、一周しましたね。で、あ、防御力の弾ゲットですね。関西行くわってね、ホモキシはもう上の13番ホーム、はい、トイレに放置だなって、チェリーのくせにこっち見んなよっつ、はい、あ、すいません。あ、アンタッチャブルの山崎みたいな顔だがっつって、はい、ちょっと顔、じゃがいも、もう全然話が分かんないですね。あ、そうです。ビバドン2のリールロック2段目波に頭に来たわっつって、はい、相当、預けの紙がなくなってるの、もともとなんで、それは黙っててください。横須賀に行く気なくなったから、かまって、で、やめて、もうほら、そういう風になっちゃったでしょ。すいません、謝んなくて、謝んなくて、謝んなくていいですか。あ、じゃあちょっと真っ暗くなっちゃったよ。え、真っ暗くなっちゃった。戻ってきた、戻ってきた。ドヤ顔と決め台詞も考えようぜっつってね、考えといてね、来週まで。ドヤ顔と。ドヤ顔ですか。こんなドヤ顔する店員横須賀にいるって本当ですか。点滅しましたって。平塚にもほら、どんどんいなくなっちゃうじゃないですか。あれ、もうやめて、もうもうやばいじゃないですか。これ見てるとバイオハザード思い出すわ。圧力仕事しろって、ね、仕事しろって、今仕事してます。今はしてる、準備中です。今仕事してる、はい、純ちゃんと預けに会いに行きたいけど、チェリキチいるのか、震え声だって、もうほら、はい、書いちゃうよ。泣く子も切れるレベル、相当泣く子も切れるレベル、ムカデが大量発生しました。お、じゃあこれ勝ったら終わりにしましょう。もうそうですね、はい、あ、もうこれは、チェリキチカメラに向かって投げキッス、絶対やんないよ、ダメだからな、カメラ拒否ってなってる。画面が割れたと、将棋だと飛車って、これ、はい、いただきました。チェリキチがカメラ目線ばっかりするからカメラ壊れた。ザキヤマのモノマネ王だって。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ジャグラー早掛けバトルしましょう。早掛けバトルいきましょうか。はい、顔面放送禁止。じゃあ皆さんジャグラーの方に移動してください。チェリキチ、じゃあアンケートアンケート取ってくださいよ。誰か勝った、誰が一番早いかっていうね。わかりました。誰が一番3人でやりますか。3人でいいですか。3人でやる。俺すぐつくよ。いや、僕すぐつきますよ。いや、もうすごいっすね。いや、僕じゃあもうこの辺行こうかな。うーん、この辺もすぐだって。じゃあ僕角で行きましょうか。それ一番つきやすい。え、これ僕どれでもつきますよ、これカメラ位置。じゃあチェリキチに選んでもらう。はい、じゃあ行きましょうか。ちょっと待ってくださいね。あ、僕誰が一番最初にペカるかね、うん、はい、最初に。あ、そういえば自分宝くじの抽選見ました。宝くじの抽選。宝くじの抽選ですか。抽選何、サマージャンボ。うん、見てないの。見てない。あら、ちょっと待ってください。俺当たりましたよ。まだ。そう、え、なんぼ。300円。絶対当たるやつや、うん、絶対当たる。ジュンちゃん忘れてたわ。チェリキチ絶対当たるやつや。そうだった、思い出した。うん、よし、アンケート出しまーす。はい、お願いします。はい、ということでね、誰が最初にペカるのかということでね、皆さん予想してください。はい、はい、早負け、早負けですか。全員1枚掛けでやろうか。早負け、圧力もやろうって。そしたらコメント拾えなくなっちゃうよ、圧力だったら。早掛けね、うん、早掛けたら。それか、2-2 で決勝までやる、うん、あー、いいよ。2対2、2対2で、でも、あー、うん、ああ、いいですよ。でももうアンケート取っちゃったからいいや、3人で行こう。何それ、ざっくりしたから。ないっすよ。まあまあ、それざっくりします。アンケート取っちゃったからね。ちょっと待ってくださいね。カメラ位置を今度は2台体制にして、ジャグラーを2台映しながらの、はい、ね、なんかこう、はい、いつもの横須賀にないね感じでね、やろうかな。早掛けだったら、座ってください、座ってください。そう、チェリキチの方が早い。早掛け。僕も早いですよ。3人とも早掛けだったらな。もうワンコスリやな、これ。ワンコスリですね。ちょっと待ってくださいね。わしつけるよ、すぐ。わしすぐつけるよ、これ。ちょっと待ってください。アツケン座ってください。ピュッてつけるから、はい、見てね。ちょっと待ってください。座ってください。早いよ。まだ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 。まだダメっすよ。まだダメっすよ。ちょっと座ってくださいって。はい、俺この50枚でつけるから、はい、ピュッと、ピュッとつけるから、この50枚で。わしこれつける。結果を出しますよ、うん、はい、ドン。
あ、あずけん 23.7%、 じゅんちゃん 27.1%、 せりきち 49.1%。 おー、いやー、この結果はなんだ、来ましたよ、来ましたよ、この結果はなんだ、じゃ行ってみようか。ちょっと待って、ちょっと待って、画面をね、2画面に切り替えるから。それはないやろ。あ、ありえるよ。ちょっと待ってね、なんでせりきち、いやいや、来ますよ、じゅんちゃんの一番早いよ、それ、それゾーンだもん、ゾーンだもん、それゾーンとかゾーンとかないですから。あるんだって。じゃあ画面向かって、左側が預けの台、うん、右側が純ちゃんの台。はい。ということでね、チャリキチャ映ってないからね。そうですね。はい。言ってたもん。ゾーンあるって。じゃあ行きますか。じゃあ行きますよ。はい。じゃあ隠したら意味ないでしょ。何が何が。はい。じゃあ、ジャグラー早掛けバトルスタートー。さあ、誰が優勝するんだ。はい。いや、やっぱチェリーで当てたいですね。うん、何を言ってんだよ、本当に。何を言ってもいいよ。ちょっと待って、あー、ついたついたついた。え、うん、やめてよ、ビビるから。ビビったろ、ビビったろ、ジュグラになっちゃった、ジャグラ。何これ。はい、ジュちゃん頑張って。はい、おー、いいじゃないの。ヤジキタ終わったの。ありがとうございます。ヤジキタ終わっちゃったんですよ、すいません。これヤジキタだよ、これ。違いますよ、違います。ソロ君、はよーと。これでみんなハマったらグダグダ。そうだね、預け頑張れと。お、ありがとうございます。チェリキチこんなところまでソロなのか、はい、ソロチェリキチ。チェリキチ負けフラグ立ったなと。いやいや、頑張りますよ。負けたら来週米読みあっちゃん打てばいいじゃん。お、いいですね。おっと、お、誰が一番最初に抜けるのか。おっと、やめてよ、だから。ブドウが揃いましたよ、ブドウが。ブドウね、ブドウね、うんうん、これ新しいヤジキタやで。あずけん宝くじで、あ、ちょっと待って、コメント早かったね、ごめんね。で、もらった300円俺にくれ。そんなに、うん、そんなに、はい、じゃあ、はい、かけても別にいいけど、うん、はい、はい、おー、あずけん1番チェリー会場。それ、あれですよ、それは違う違う、はい、それはビッグじゃないと無効ですから。そうですね。何ルールが変わってる。ルールが変わってるぞ、ビッグじゃないといけない。ビッグに決まってる。すげえ。はい、行きました。ビッグ1抜け。マジかよ。はい、じゃあ画面をね、チェリキチの台に今度切り替えます。余裕だ、もう本当、はい、すまだ全然回してない。はい、明日300円で寿司行こう。行きましょう、はい、300円でね、めでたい、行きましょう。すげえ。はい、あずけんさすがだなと。うん、ありがとうございます。あとはチェリキチか、じゅんちゃん。画面向かって左側がチェリキチ。はい、じゅんちゃん早く光らせて。横須賀早漏をあずけん。僕のことですか。ありがとうございます。僕のことですね。ありがとうございます。さあ、じゅんちゃん頑張ってってコメント来てますよ。はい、はい、ありがとうございます。当たらなかったらなんかちょうだい。預け簡単、簡単ですよ。もう300円でお寿司食べましょう。ね、預けの頭光ってね。いや、ゴーゴーラプス出ます。チェリキチ負けたら下の毛全部剃れよ。おーし、負けるわけにはいかないですね。さっき言った声聞こえた、わらわら。押し順ナビいつ出るんですか、このジャグラーは。出ますよ。出てないかな。いつ出るんですか。出てないかな。純ちゃん絶対負けないでね。頑張ります。ありがとうございます。純ちゃん出動したよ、チラ。夜もソロ預けん、さすがテクニシャン預けん。早いよ。預けんダザム打ったら一番早い。何気にね、早いかもしれない。はい、おい、チェリキチ、次に光ったのはチェリキチ。まだまだ、はい、こっからこっから、こっから。いや、それバーだから、バーだったら向こうやから。さあ、チェリキチくん、チェリキチはビッグなのか。それバーじゃない、それ。お疲れ。お疲れ。まだまだまだ。回して回して。早く回して早く回して。はい、早く回して。この時間がもうロスですからね。ロス、ロスタイムだよこれ。レギュラーいくと。はい、頑張って。ザマー、ザマーって。ザマー、ザマー。チェリキチ、頭、頭後ろ、頭後ろ、頭後ろにして、チェリキチ。はい。はい。もう絶対よく当たったと思ったのに。ちょっと面白い、お前の代だけバーグラーだろっつって。ジャーグラーじゃないですね。もう最高、ダッセーっつ。よし、純ちゃん頑張れ。もうね、やばい、チェリキチのディスりが半端ないよ。面白いわ。これが実力の差か。セカルまで帰れないなって、これだよ。もう。チェリキチ、お前は昔から爪が甘いやつだ。あーどうも、すいません。すいません、師匠。でもね、美味しいとこ持ってったよ、今は。そうですね。今のは美味しいとこ持ってった。
これでじゅんちゃんもビッグ引けないんですね。いやいやいや、面白いですよ。僕はサクッといきます。いやこれじゅんちゃんもやってほしいな。ちょっとやらかしてほしいな。やらかしてほしいな。ピエロに遊ばれる。やばい、光らない。やらかしてほしいな。阻まれると。じゅんちゃんはいいよ、どうせ当たらないからと。当たる当たる。バキチ。新しい名前いただきました。バキチ。バキチ。いいね、車バキチ。車バキチ。まさにチェリーコリン。これはハマるパターンだなと。どうなんですかね、これ回数とか見てるとね。まあ、じゅんちゃん打ってるだろ、なんか高設定っぽいグラフ。そうですね。だからね、細かく当たってる。あ、わかんない、この短期決戦の場合はね、設定云々じゃないと思うからね。本当己の引きだよね。チェリキチ、その台デビルピエロじゃね。チェリキチ、チェリー引かないからバーなんだよ。そうですね、もう、チェリーで解除したりました。チェリキチ、ジュンちゃんのためにそのオチ残しておくのが、下っ端の仕事だよ。あ、ごめんなさい、大丈夫です。チェリー解除からのバーキチというか、2人でペカらせて一緒にボーナス狙った方が良くないと。ああ、なるほどね。いや、おしゃれおしゃれ、それおしゃれ。まあ、まあ、いいやつですね。最後の方だったらいいですね。それおしゃれ。チェリー吉うるさいよ。はいはい。さあ、どっちが先にペカるのかな。結構早掛けバトルとかってあんまり、あ、でも1回だけ蒲田の放送の時ね、どっかやったみたいですね。あの前代光らせるとか。それは気違いですね。梅北店もこの間やってましたね、ジャックは。はい。圧力 VS 預けもやったらどうですかって。コメント読めなくなっちゃうから。それないよ、はい、それないよ。あ、それはないです。何してんだよ。はい、すいません。いい加減して。チェリ吉のオカルト打法ある？はい。オカルト。オカルトですか。はい、オカルト打法。僕は顔がオカルトです。もはや僕はホモです。決勝戦みたいだよと。ブンブンバーストの停止治療器の、はい、最高のジャグラーマンが、あ、そうだね、ビッグかバケか予想して外れたら停止波治療器を2段階アップしてっていうね。拷問放送だったね、あれね。顔がオカルト、わらわら、だからお前はチェリーなんだよって。あ、黙って打て、チェリキチェーと。はい。今来たんだが、ヤジキタやめて、どうしてジャグラーやってるの。すいません、ごめんなさいね。いろいろな、経緯を得て、今ジャグラーを打っておりますね。なっちゃったね。はい。オカルト顔わらわら。私生活もチェリカジョできませんと。そうですね。はい。さあ、残りね、放送時間も20分ぐらいになってきましたね。おー、これは危険ですよ。やばいよ。このままハマって、やばいよ。このままハマって終わってください。チェリキチ可能性あるよ。いや、これは当てたいですね。はい。今来たが、チェリキチがディスられてるのは分かった。そこだけは分かる。後ろの人々がヤジキタ、あ、秋田って騒いだからとね。打ってるやつがヤジキタなんだよと。存在がオカルトですかと。まあ、そうですね。はい。ヤジキタは江ノ島に捨てたのです。捨ててきました。チェリーやめますか、人間やめますか。それなんか昔あったね、そういう CM。 何ですかね、僕も聞いたことありますね。そういう CM あったな。はい。こんばんは。こんばんは。こんばんは。近所のホールにガローとともにストレイン2台入りました。おお、すごい。横須賀効果すごいですね。すげえな。どうなってんのこれ。おかしいな。すごいな。本当に。なんでそこ行くんだろう。全然わかんないわ。すごいな。それ。2台だよ、だって。何なんですかね。あ、でも天出地だったら結構あれなのかな。あ。竹谷さんからもらった、もらいましたね。竹谷さんからなんかもらってる。なんかもらったね。うん、チェリキチって男と男の間に生まれた子供じゃないんですか。いや、違いますよ。ちゃんともう男性と女性の間に生まれた、しっかりね、健全な人間であります。はい。バーキチ逆押しだ。はい。まさか当たらんの。もしそうなったら二人で謝罪な。二人とも当たらなかったらキスしろよ。あ、いいね。いや、キスキスキス。いいね。地味にじゅんちゃんも引き弱いよね。いや、キス。キスだ、キス。預けにサムライスピリッツのパチ入れるよね。と、カツダイの匂いするから頼むわ。おー、サムスピー。はい。おー、了解です。入銀だよね、確かね。マジかよ、これ。チェリキチ打ち終わったらちゃんと台ファブリーズしとけよ。はい。ファフナー入れますかと。早急、早急。はい、パチスローね。まあ、まだ分かんないかな。全然ペカらないわらわら。今、チェリキチ喜んだ。でも、竹谷の雨って稼働いいよね。と、ミニモンとかキスとかね。まあ、そうですね。ゴーゴーランプな、ベロ当たるから。と。
残り20分でキスか、楽しみだな。よし、キスだ、これはな。いやいやいや、ちょっと喜んでんじゃないの。いやいや、もう何喜んでやってんな、もう。それはきつい、はい、大丈夫大丈夫、いけるよ。まさかの当たらんのと、もしそうなったら2人で初対な。この辺読んだかな。はい、ディープだよ、ディープ。お、いいね、いいね。ディープですか。喜んでんじゃないよ、お前。何を喜んでんだもん。チェリキシってなんだっけ。光れ光れ、ニヤニヤしてんじゃねえよ。銀パラ入ってる、あれはカス代だぞと。あ、入れてませんけど、ね、何か。ジュンちゃんとチェリキチンキスか、ジュンちゃんファイト、頑張ります。はい、5号ランプを圧力ライターでアプローチ、やめよ。ジュンちゃんもキス何気に喜んでるやん、ま、ちょっと嬉しそうですよね、はい、やめて。ジュンちゃんでお吉か。お吉って。お吉くん、あれ、お吉は面白いね。ディープですか、過去ハートじゃねえんだな。初見ヤジキタ打たないんですかってことなんですけど、もう終わっちゃいました、すいません。1時間ぐらいでヤジキタ切り上げてました、 すいません。ちょっと回してますよ。今ジャグラー早掛けバトルしてるんでね、2人とも分回してますよ。そうですね、はい。僕はもう負け当たってからもう100ゲーム過ぎようとおっしゃってますね、はい、頑張って。先にビッグ引いた方が勝ちです。そうですね、はい。パチやってオフィスラブが生まれるんですねと。そうですね、企画、出会いがね、ありますよ、ありますね。やっぱりチャンネル番1号は横須賀放送になるのか。ないです、大丈夫です。ちなみに先週の関西は店長同士男でキスしてたぞと。おお、いいねチェリキチ。マジですかそれ。イカキチ君喜んでんじゃないよ。やろうやろうやろう。ドンマイチェリキチの導入はいつですかと。ドンマイ中吉。ドンマイ中吉。すごい、知って、よく知ってますね、結構通な体だと思うんですけど。じゅんちゃんキスだがそれがいいというね。あ、いいね、喜んでるよ。はい、今週もお吉だのバー吉だの名前がどんどん増えたなと。そうですね、まだ引かないんですかと、早く言って。視聴者が喜んでるから、はい、喜んじゃってるよ。はい、預けに一回光らせてよ。そうですね、もう一回、もう一回。おいしゅう、ちょっと寄ってきますか。キスして、口移しでイナゴ食べさせちゃって。あー、イナゴね。関西紀子で松浦と森口店長が口移し。あー、なるほど、口移し辻元店長ね。横須賀が関西勢に負けていいのか。よくない、よくないよ。もうチェリキチの当たりはありま、ありまーん、あ、ありません。じゅんちゃん、じゅんちゃん、え、そこまでいったらハマるわ。480までいくよ。あー、ハマりそう、ハマりそう。スロット算数の設置はまだですかと。じゅんちゃんマジで、嫌なら2台同時に回そうよと。え、2台同時回し、2台同時回し、ダメだよ。そんなこと、はいはい、みんなそれもう、ね、ベロベロするのがもう見たいんだから。じゅんちゃんが喜ぶチェリキチが喜んでるの見たいんだから。そうですね、はい、チェリキチ頭後ろね。あー、ごめんなさい。人気あるやん、つうかチェリキチって最初なんって言われてたっけ。イカキ、イカキ、イカキチ。違います。ホモ、ホモ、ホモキチです。最初は、最初はコマキチ。そうです、コマキチから始まりまして、はい、そこから開始30分もしないほどにチェリキチに変わりまして、そうですね、はい、そこからホモキチだの、先ほどもあったバーキチ、イカキチ。もうとりあえずキチがつけば何でも OK で。そうだね、すいません、もう10分経つんですが、いい加減にしてくださいね。はい、じゃあ一回ね、口入ろうか。いやいやいや、これ罰ゲームあるで。どうぞ。チェリキチもジュンちゃんも両方喜んでるやん、わらわら。喜んでるよ、ケツカチンやぞ。チェリキチが喜んでる姿なんて想像したらカメラショートするね、まだ。二人とも今どんな顔を見せてよと、顔を見たいと、コマキチね。いやー、もう厳しい。口紅用意しなきゃ、マリマリ持ってきて。マジキチ、ユキチ、チェリキチの本名教えて。チェリキチ、私ですか。はい、私はコマキ。はい、コマキくんですね。コマキくん、はい、ペカキチ、ジュンちゃん涙目、チュウキチ。はい、やばい、いや、やばいよ。2人ともニコニコしてる。これはハマるしてるよ。これはハマるぞ。チェリーが待ち、ね、チュウが待ち遠しいんだね、2人ともね、これニコニコしてる。だってジュンちゃん、すいません、ちょっとあのコインがないんですけど。だってジュンちゃんそれね、次来ても、じゅんちゃん次来ても、それバーだから次。そう、バーっぽいんすよね。わ、うん、かるわかる。ね、わかるよ。いやー、俺の引きならビッグを引けるはずだ。いや、バーが待ってるもん。俺の引きを見してみろー。バーが待ってる。あ、アトロク、コイン渡さなくて、自分で補給するタイプだから。いやいや、自分で補給して。了解です、了解です。甘えは許さないから。甘えは許されない。うん。うん、
本名、小牧チェリキチってことでいいんですか。そうです、そうですね、はい、それでよしでいい、はい、やっぱりオフィスでもチェリキチって言われてるんですかと。いやいや、そんなことないですよ。佐藤さんより純ちゃんのキスがいいだろ、チェリキチ。まあ、まあ、何ニコニコしてんだよ。喜んでんじゃねえよおめえ。相当喜んでますね。純ちゃんが本当に泣いてしまうわらわら。前田くんとかにもチェリキチって呼ばれてるのと。いやいや、もう全然呼ばれてないですよ、はい、もはやそろそろ呼ばれ始めるんじゃないかなっていう。そろそろ危ない。なんかね、純ちゃんもまんざらでもないような感じになってたんだ。いやいやいや、僕はもうこの300ゲームが勝負どころですね。いや、もうだから300抜けるって言ってた、うん、抜けない。ここで絶対に光らせる。だからそこで光ったらバーだよ。いや、ここで光ってビッグ知ってるもんだって俺、あの北区の人が言ってたから。ビッグボーナス北区の人言ってたから、うん、そこで引いたら、チェリキチお前アンケ 50% 近かったんやでと、自覚しいやと、頑張れ。ジュンちゃん多分チェリキチの唇柔らかいよ、よかった。いやいやいや唇噛んじゃってよ、勘弁してくださいよ。ジュンちゃん自分で作ったルールに苦しむの巻。そしてあのチェリキチも、はい、先に光ったら、はい、ジュンちゃんにキス、うあれジュンちゃんのキスジュンちゃんの唇を奪えるっていうね、そういう権利があるんで、条件がどんどん厳しくなって頑張ってください、はい、チェリキチ今日は顔出しはと。今日顔出し来ますか。いや、いいです、喜びすぎ、キモすぎ、決まりだなと。当たりが来なければ伊勢崎で最高の笑顔とポロリとディープキスでお出迎えして、はい、いいねー、はい、いいよ、まさかの3番人気、あずけんが1抜けと。ありがとうございます、はい、マリマリからはチェリキチって呼ばれてるの。あ、コマキスと呼ばれてきますね、はい、もうこれはビッグ引いたらキスしなくていいのと。まあ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 、まあ、そこは、はい、チェリキチが引いたら、はい、もう純ちゃんの唇を奪える。チェリキチはもうバーですよ、バーしか弾けないんで、今日横須賀で伝説が生まれるんですねと。そうですね、関西に負けない伝説作るね。そうね、うん、はい、あれ横須賀は発展バーやめてください。チェリキチどう転んでもええやんわらーと。おお、うん、つか僕どっちにしろどっちにしろ どっちかに転んじゃうんじゃないかなっていう。どっちかに、はい、僕が当たってもそうですね、キスして、うんうん、ああなるほどね。いやいやいや、いらないよそれは。いや、いるよ、何言ってんの。え、何それ、チェリキチが当たってもキスするってこと。そうそうそう、もうチェリキチが喜んでるもん。そう、おかしくない。純ちゃんの唇を奪いたいっつってたから。え、それ何奪いたいっつって唇を奪いたいっつってたから。チェリーバー見たくなったわ今日。最初からこれでよかったんじゃね。絶対嫌やもう。キスまであと何分ですかと。あと10分今日っすね。まあまあ、でもエンディングあるんで55分くらい、ね、55分で終わりです。いやいや、終わりです。何のカットやねん。エンディングあるんで何のカットやねん。55分までにしましょうね今日はね、はい、あと7分ということでね、頑張ってください。笑えるくらい悲観なと。これ本当に当たらんぞと。ジェリキチのくせに、はい、小綺麗な時計してんじゃねえよと。ジュンちゃんが助かるのは自分でビッグ引くだけなんだよな。引くしかない。上がってます。引きますよ。引きますよ。そして今後ろでマイジャグ2って言うんで、僕も引いたらジュンちゃんとやってもらいます。いやおかしい。どんどん、ね、そんなルールはない。いやいやいや、毎週これやれよ。これは一番最初に引いたもうあれ、ね、そうですね、時計ですね、特権だから、はい。チェリキチ負けたら俺の地元愛知県の横須賀駅に建物ごと移動しなと。毎週やれば名物コーナーになるで、これは。純ちゃん今日は諦めるしかないな。いや無理っす。純ちゃん頑張れ、来週から見る目変わるぞ。いややめて。いいねいいね、黙ってリープキスしなよと。はい、残りが6分、頑張ってください。 おい光れ。奪われる、奪われるよ。奪われる。実際自分のお金でホールに打ちに行ってるよりもね、懇願してると思う。すごいシビアです。私すごいシビアになっております。まずスピードが尋常じゃないもんだって。ピエロを弾けたらキス10秒。マジで弾けないな。リスナーにこのコーナーのタイトルを公募するっていうのはどうですか。そうですね。小牧が大人になるとき。あーいいねー。何のチェリキチ主体みたいになってるけど。じゅんちゃんのじゅんちゃんがじゅんじゅんしてまいりました。いや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 、ジバルバトルよりえぐい。完全に、一言だと思ってる。圧力に罰ゲーム作る、よくわかんないよね。圧力はね、これ2人がね
駆け抜けたらマリマリとねディップできる、ね、頑張れ、ありがとうございます。あ、来ましたよ、はい、ブーイシ頑張れ、アズケンがレバーを叩いて頑張れ、はい、小町の困っちゃうキスでお願いしますとタイトル、じゅんちゃん手が震えてるよ、今週も、はい、あの、ね、250でちょっと今ちゾーン来るから、頑張って、あ、わかりました、このジャグクッキー読んでるなと、じゅんちゃん大好きで応援してるけど今日はダメかもねと、いやもう必ず光らせます、ちゃんと下入れろよ、お入れます、じゃあ時間内に2人がビッグ引いたら圧力抜群、いやよく、あ、2人が引いたらね、いいよ、ちょっとチェリキシがちょっとよだれ垂れてきますよ、だからね、罰ゲームは、飴、舐めて口移し、あ、いいですね、これいいですね、これいいですね、うん、非常にいいと思います、飴がありません、あ、持ってきます、いやいや、持ってきます、残り5分だぞ、はい、じゅんちゃんがビッグ出たら圧力とチェリキと、いや、よくわかんない、チェリキと何が、罰ゲームになるのかなと、はい、もビッグ引いたら罰ゲームなんですね、それがね、拷問、拷問プレイ ね、お預けね、圧力だけ安全ポジションいるのも誰も異論も取られないのか、そうだよ、だって僕 MC だもんね、チェリキチのシーン見るとか視聴者も罰ゲーム気分だわチェリキチもう濡れてる、もうすっかりびっしょびしょ、びっしょびしょですね、預け景品の上持ってきて、2人当たったら圧力は明日山ちゃんとキスな、山ちゃん、あ、いいねいいね、山ちゃんと明日に持ち越すの、行こう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 、MC が安全地帯とか許されると思ってんの、許されますよ、私がルールですよ、はい、預けチェリキチ、バー上がり上がりっぱなしだから、下げて、あ、下のね、下のやつ、下のバー、上がりっぱなしだから下げてと、ポジション持てちゃいますと、さあ残りが3分、私ついちゃいました、マイジャクス、マイジャクついちゃったついちゃったね、ああマイジャクついちゃった、よかったよ、本当に本当についてる、簡単についちゃった本当についてる、一応ね、一応見せとかないと、一応ね、うん、ね、こう見えるかな、ピカッとね、光ってるんだけど、ちょっとこの角度からだと、ね、ちょっと見えづらいかな、ね、もう空つきますよ、何あるかわかんないから ね、空つきますよ、一応ね、預け光らしてるね、あ、よかった、はい、よかった、はい、早く光らせないと終わっちゃうよ、番組早くしないと、うぅ、いや、もう本当何も反応しないですね、はい、ちょっと純ちゃんがちょっと手触れ出しましたね、ちょっと嬉しいんでしょうかね、はい、うん、ね、あ、いいな、楽しみだな、純ちゃんこれ今540までハマりますから、ちなみにやりよった、本当だ、預けうまいなぁと、預けん来たから純ちゃん確実にキス決定、もうそうですね、預けやりよった、来たと、ちょっとチェリキチ君がちょっとの上着も脱ぎ始めましたよこれあららららら、今日の罰ゲームは、実質純ちゃんだけかと、チェリキチ喜んでるしあららららら、ら、ら、預けん来たから純ちゃん確実にこれは、預けんうまいなと、やりよった綺麗な55、店員がお客様の必死な気持ちを理解できるいい放送ですね、そうですね、はい、関西の町田さん体張ってると圧力さんも体張ろうよ、俺も張ってるよ、マジか、いい加減、いい感じだと、実力見せつける大人芸店長、ここまでか、何も反応しないってお前らの店どうだよ、頭光らすぞと、ひどすぎるこの二人純ちゃんが無言になりました、チェリキチがアップを始めました、おお、これは明日から決まっている2人、すごいアップし始めたぞ、はい、はい、そろそろキツの、罰ゲームゴーゴーと、あと1分ありますよ、はい、はい、いや僕のもうちょいありますよ、もうちょいね、あ、ちょっとチュッパチャップ、チュッパチャップス買ってこようかな、ちょっと買ってこようかな、じゅんちゃんがそこまでチェリキチとキスしたいとは思わなかったと、いやいや、嫌だ嫌だ絶対嫌や、皆さんわざとですから、わざと、じゅんちゃんわざと光らせないようにしますから、わざとですよ、光れ、さすが店長ですね、分かってますね、分かってる分かってるね、年どこが分かってる、もう光らないマジで、ありえない、チェリキチは妄想しだしました、チェリキチがアップして今歯磨き出しましたよ、ちょっと、いやいや、さあ残り30秒、これ延長システムとかはないですね、ない、そういうのはないんで、ちょっと2時までやらせてもらうとダメ、できない、2時までやったら、はい、2時まではできるでしょ、エンディングあるんで、いやいや、エンディング時間、いやいや、もう2時まではやらせてくださいよ、じゃあ皆さん、もうちょっと長く、皆さんお願いします。皆さんお願いします。2時までやらせてください。違う違う違う。違う違う。あのね、皆さん、皆さん、ちょっと違う。皆さん、違う違う違う。
待ってください。はい、終了。ちょっとこのね、手持ちのね、じゃあ、じゃあさ、手持ちまで、いや、いいよ、じゃあ、ちょっとあの、クレジット50枚だけあげるから、クレジット50枚入れて、はい、こっから50枚、もうこれ50枚で終わり、50枚で終わりね、これで終わりね、もうね、もう最後のもう泣きだよ、泣き、泣きの、もうこれ本当のほら、視聴者もやっぱりあと1000円っていうところでさ、やってるところあるから、あるね、やっぱりそういうのをちょっと同じ味わってもらおうかなと、ね、まあ無駄なあがきだよね、無駄なあがきだけども、でも最後の1000円って引っかかるから、そしてフルウェイトで回すと、ちょっと反応しづらい、そうだね、よし、言っちゃった、いいだろう、お前らの引きを見せてみたいな。お客様変身の時間ですけど、はい、はい、行こう、今更だけど横須賀くだらねえ好きだけどありがとうございます。最後50万あげるから、はい、あずけんチュッパチャップスとついでにゴム買ってこいよ。あー、買ってこないと思う。チェリキチがザンバ剣になってるぞすごいぞ。ザワザワ引いてみろ、台から手を離してください。横須賀はこのくだらなさがいいんだ。早く狙ってる狙ってる、乱数狙ってるよ。お、これ間違って7狙って7揃ったら無理だからね、これ光らないよ。ちょっと待って、純ちゃんとはもうキスできない。頑張れざわざわ。もう最悪、ペースが守れるからねだるな勝ち取れと相模オリジナルで純ちゃんが気合を入れ出した関西イコール漫才、横須賀イコールホームムービー。そうか、フルウェイトは光らないのか。そうですよ、今週も上から怒られる放送はここです。そうですね、ここです。チェリキチ、てめえの力で勝ち取ってみろ、勝ち取ってみろ。おいぞ、早く回して。はい、佐藤さん、はい、ほらもう1000円がなくなるよ、ほら。二人仲いいからクレジット枚数一緒だから、ね、一緒だから1000円がなくなるよ、ほら。どんだけチューしたいんだよ、どんだけ一緒にこうやりたいんだ。違う違う違う、どんだけこの50枚が悲しいか知らないでしょ。よし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 、おい、お客様の気分。おチェリー、チェリーが、チェリーが、テンパだよ、テンパだぞ、本当にお願いします。見せるね、お前が光っても意味ねえだろ。見せるね、見せるね、お前が光っても意味ねえだろ。見せるね。さあどうだチェリキチ、ジャラ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 、隠すな、わらわら。見せるね、チェリー、チェリーが来ましたよ。あ、ジュンちゃんもチェリーが来ました。いやでもその形からは一緒に押して話そう、一緒に押して話そう、一緒に同時に押して話そう、同時に話そう、同時に話そう。これはね、いいよ、ジュンちゃんメガネ外せよ。うわー、ダメだ、同時に話してね、同時に。あ、何やってんだよお前すげえ空気読まれた今押そうと思ったのに。いや二人ともね、光んないね、終わった、このまま終わっちゃえよと。ねえ、お前らわらわら、一心伝心、純ちゃんもういいよ、キスしたいのは分かったって。いやいやいや、いいよ、勘弁してくださいよ、もうさすれば当たられる、勘弁してくださいよ。純ちゃんがカイジみたいな心境になってるおっとこの形は綺麗な形だ、これは結構あり得るよ、この形は。これは、これは来るよ。でもそのゲーム数はちょっと怪しい。何ゲーム、おっしゃー、見よー、純ちゃん、純ちゃん、これが一気ならね、まあレギュラーだったらダメだよ。いやいや、これは負けだったらダメ。これは負けだったらダメ。いやいや、これはもう間違いなくビッグです。いやいやいや、そんなのはない。純ちゃん、それ負けだわ。そんなのないよ、そんなのないよ。おー、やばいやばいやばい、来た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 、ヤジ来た、うわおおめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとうございます。新しい出会いが始まる。え、でもこれ、この化けの枚数で、これ化けなんで、化けの枚数120枚ありますから。いや、これ化けだからね、120枚ありますから。これ100、これはあ、もうないですよ、終わりです、終わりです、終了です。いやいや、これ24枚あるから、終了です。おかしい、おかしい、終了です、はい、終了です。おかしい、終わりでしょ、終わりでしょ、時間ですよ、終了です、時間ですんで、もう2時で終わりなんで、よかったですね。いやー、ね、これで、まあ、まだまだ、チェリキチ君がこれで光ったらさ、そうだね、チェリキチに、うん、残れね、光ったらどっちみち奪われるんだけどね、どっちみち奪われるんだけど、そうですね、うん、はい、あと2回転ね、よかったな、いいな、はい、純ちゃん、新しい世界が開けるよ、新しい世界が、ね、開けるよ、じゃあよかったね、ずーっと、いや、いや、光ったよ、ずっとね、さっきさ、はい、それあかんですよ、それビッグじゃなきゃあかんですからねって言ってたね、いや、だからこれがね、これがまだ、だってまだ24枚チャンスがあるもん、いいよ、あります、もう焦ってるのはそんなのいいよ、別に、ね、おめでとう、純ちゃん、おめでとう、よかったよ、見せるね、純ちゃん、閉店のお時間です、はい、じゃあ
こっちですか。よかった、そうですね、よかったです。あ、よかった。あ、皆さんありがとうございました。あ、よかった、はい、いいもの見れたよ、本当に。いや、今日はね、ちょっと今日楽しかったっす。最後盛り上がりましたね、はい、やっぱりお客様の気持ちになれたってことはやっぱりね、大事ですよ、大事ですよ。あ、ちょっと股間押さえてるよ、ちょっとダメだって。何してんだよ、もうちょ、あ、バカもうさ、よかったよ、いいもん見れるよ、本当に。なあ、いや、今日はね、皆さんありがとうございました、ね、ね、ありがとうございました、ね、楽しかった、はい、2時間ね、はい、楽しかったですね、はい、ということでね、はい、じゃあいきますか、はい、そうですね、いきますか。いや、楽しかったよ、音吉だろ。いや、多分ね、あの、コメントでもね、皆さんがね、どうしようかな、雨にしようかな、うまい棒にしようかな、どっちにしようかな、みんな頑張ったって言うてくれてもらえると思います、ね、いやいやいや、さあ、楽しみの時間だということでね、楽しみだ、みんな待ってるからね、はい、明日絶対来てくださいという看板の前でね、いいね、思い出のね、思い出に残るようなね、いやいや、まだ終わりじゃないぞ、今年の夏、薄い本が出るのかな。いやいや、純ちゃん、最後の遺言ありますか。いやー、でも光りました、まあまあ、50枚でね、あの50枚で光ったという部分をちょっと皆さんにね、はい、ジュンちゃん、そんなのは聞きたくない。誰も聞きたくないし、見たくない、認めていただきたい、はよはよと、初めての男とのチュー、おー、いいねー、自分でまないと、わざわい預けの時にあんなこと言わなければね、そうだよ、本当に、永久保存パンですか、はい、永久保存パン、はい、いいですね、そのままいきますか。いや、それはね、え、このまま行きますか。飴玉じゃないですか。飴玉がいいですか。飴玉がいいです、ね、飴玉気持ち悪いよ、結構食ったんだよ。いや、でも、ね、いや、考えてみてください。もうそれは仕方がない、もうそれはもう、チェリキチの病気をもらうつもりで。あー、ちょあー、ごめんごめん、あー、ごめん、何も持ってないんで大丈夫です。あー、大丈夫。僕フリスクのありますよ。いや、フリスクは小さすぎるやろ。フリスクね、これちっちゃいのね、下と下をから、いいですね、絡めながら ね、 いいですね、フリスクでいいんじゃないですか。いいですね、あ、自分ガムありますけど、ガム食べたやつ、あ、ガム、ガムどうです、もう早く、あの、飴があるんで。何が、飴、ね、事務所の中にね、飴あるんでね、ちょっと取ってきてもらえますか。そんな焦った純ちゃん見たくないけどな。ガムいいね、ガムいいなと、飴玉、はい、あの、今日はね、皆さん本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。なんか告知をちょっと最後ね、ね、まあ、まずはまあやっぱり明日ね、はい、横浜市の伊勢崎、はい、コーナー60店舗記念となる60店舗はね、はい、一時グランドオープンしますので、そうですね、60店舗目の伊勢崎商店がね、はい、オープンしてもらいます、ぜひ、来てください、はい、絶対来てください、本当関東のね、はい、店長全員集結してますので、そうですね、明日は、はい、早い時間帯からいるので、はい、どんどん見かけたら話しかけてもらったらいいですし、はい、ぜひね、ご来店いただければと思います、はい、待ってます、待ってます、はい、待ってますんで、そして、気候なる、横須賀店、そうですね、うちの宣伝としては、はい、まあ、やっぱりね、まあ、ちょっと大きい声で言えないですけどね、まあまあまあ8ね、8円そろそろね、はい、はい、まあね、ということでね、はい、ちょっと大きく言わせていただきたいですね、まあ、今月8月ですしね、8月ですね、まあ、あとね、はい、ちょっとまあまあもうすぐね、ゾロ目見の日も近づいてますからね。そうですね、はい、はい、ぜひ遊びに来ていただけたらと思いますよ。すね、はい、ちょ、あ、2人が舐めて交換するってこと？え、違いますよね。一個こうですよ、ね。一個こうって口指。違うって。何を？何言ってんの？定期しそうそうすんなよ。違う違う違う。じゅんちゃん見かけだから飴あげる。飴を一つずつ舐めてあげたらいいってことでしょ？はい、そんなの意味ないだろう。いやめっちゃ怒ってるじゃないですか。嫌だろ。いや預けいいね。そんなの求めてないんだよ。二人の求めてる。二人はこう顔がこう近づいてつって、おかしいおかしいおかしい。あの石川理香ちゃんがおかしいなっていくとこような感じで、おかしい。カルピスたち一個に決まってるじゃん。いいほら。だから一個は分かりました。だから一個を僕が食べてあげたらいいじゃん。意味ないだろ。いやだからそれでまた小牧の返してもらったらいいんでしょ。いやそんなんじゃない。え？顔が近づかない。いやだからそう。え、口移しでしょ、口移しでしょ、そうだよ、黙って食え、そうそう、黙って食えばいいんですよ、ね、そうだよ、本当に、どういうこと、だから純ちゃんいいですよ、口に持ってりゃいいんですよ、多分そうそう、あ、じゃあ俺が持ってて持ってて、小牧くんが近づいてきて、それを取るって、ね、いこれは、もうこれはもう気持ち悪いよ、気持ち悪いよ、やだよ、もう人生が終わる。俺の人生が店長が人生終わるって完全に完全にイメージが崩れてしまう。僕もですよ、そんなこと言ったらね。そうやな、そんなこと言ったら僕もです。チェリキチはええやん、もうみんなさ、みんなそうやって思ってるやん。あ、まあ
チェリキチちゃんとやれよと、チェリー卒業、チェリー卒業、うん、チェリー卒業だ、うん、そうね、預けに見本見せてもらったらいいよ、よかったよ、そうっすよ、見本見してください、じゃあじゃあ、あっちゃんと見本見してよ、しいからこっちに売るのが、君ら、君ら、ビッグ引けなかった人は静かにしてな、静かにしてよ、ちゃんと唾液つけろよ、あ、いいね、チェリキチおめでとう、逃げるの必死、じゃあもうほら片方の方はね、口に構えて、僕っすか、構えて用意してください。あ、じゃあ僕が、近づいてって、取りに行ってください。お前、ちゃんと取れよ。なあ、ちゃんと取れってなんすか。おい、ちゃんと取れよ。ちゃんと取れよ。分かってるやろな。ちゃんと取れよ。あと石原店長、それダチョウ倶楽部で押すなよっていう振り切ったって、糸引いてるの楽しい、もうちゃんと取れよ、ご卒業おめでとうございます、僕もちょっとここはガチ吉で、ガチ吉で、いや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 、お前何を勘違いしてるか知らんけど、いや、違います、そういうことじゃない、そういうガチ、勘違いしないでください、あの、こっちに乗るなよガチキチいいねと、明日から2人の、人間関係に影響が出そうですね、いやいや、それはね、罰ゲームなんで、はい、はい、そこはしっかりね、その辺でもう固定していただいて、カメラ位置が重要になってくるんでね、ここからね、顔のアップいきますから、はい、じゃあそこでね、固定してください、はい、じゃあね、明日からドキドキしちゃうな、来週はリベンジがありますよ来週はあっちゃんも入ります4人で、来週はもうやめますやめない、来週はパチンコ来週は、来週はやったりますから、来週はやりませんので来週は待ってろよパチンコ放送なんで、はい、じゃあ横向いてね、はい、口に飴セットしてください、いや、めっちゃちっちゃいよね、じゃもういいよ、雨めっちゃちっちゃい、マイクこう、マイク離した方がね、うん、やっぱね、チューしやすいと思いますね、小牧、手が出たらすまん、はい、まあ、もう、雨が吹っ飛ぶだけなんで、じゃあちゃんと撮れよちゃんと撮れよ、任せてください、カメラ位置あるんで、そっから動かないでください、任せてください、動かないでね、立ってがしんどい、ちょっとしゃがんでもいいですか、いや、いいで、しゃがんでいいでしょ、しゃがんでいいでしょ、ちょっと下げてください、しゃがんでいいでしょ、はい、あ、もう皆さんこれは罰ゲームです真実ではございません、チェリキチ君、はい、振ってんだからね知ってるでしょうね、いやいや、分かってるでしょ、いや、はい、笑い、どうやったら笑いが取れるかっていうのをいやいや、どうやったら視聴者が喜ぶかっていうのを分かってるよね、来週4人でお願いします、うん、これは、来週見逃せない、来週は、来週はマリマリと2人でやります、いやいや、おかしいやろ、おかしいやろ、しょうがないんで、もうリベンジですよね、肩に手を置いてくれと土下座みたいな、これがジャパニーズ腹切りかと、勝てなくなるぞと、押すなよ、押すなよお友達、お友達の、あ、じゃあこれはじゃあ小牧ちょっと喜んでもらう、マジこいつ唇ベロベロしてるんですけどちょマジキモいわいや石原店長取れます、いや無理、面白い無理じゃあ俺は無理絶対俺加えてるから取って、あ、それでいいですよ、はい、じゃあ行きましょうか、みんな見えますか、皆さん見えてますか、はい、じゃあ行きましょう、取るよ、ちょっと、はい、もう俺難しいっすね、難しい、口つけりゃいいじゃん、ブチュってすればいいだけだよ、もうさあ行こう行こう巻いていこう、巻いて巻いていくよ、一瞬で行きます、ペロ吉、早く早く、ペロ吉巻いて、ペロ吉巻いて、一瞬でペロ吉巻いて、ペロ吉くん、ペロ吉くん、ペロ吉くん、分かってるでしょ、これでも落としたら何ももう一回やれは、そうだよ、ハメになるから、そうだよ、しっかり一回で終わらないと、一回で決めて、あ、メガネも取った、本気で、順調、視聴者が増えてるやんけ、ね。いいよ、はい、1回で終わらせよ、ピッと、はい、ね、今唇に飴を挟んでるんで、これを小牧地君が取ります、ちょっといいですか、はいはい、もう唇ブルブルしてちょっとつかめないんですけど、飴がどうしたらいいですか、じゃあ小牧地君にほらもう口で入れて、いやもうやめてんのもう行こう行こう、はい、サクッと行こう、サクッとサクッと行こう、サクッとサクッと、ああ早く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 して、喜んでんじゃないよお前は、早くほら、ちょっともう長いく長ければ尺長くなるほら、ほら番組慣れるから、ほら早く早く、本当に緊張するんですよ、いい、はい、初めての共同作業よ、はい3、2、1、うわーうわー、はい、お疲れ様でした、チューしてないってなんかクレーム入ったけど大丈夫、はい、はい、いやでもね、はい、
チェリキチうまい。はい、感想言わせてもらいます。チェリキチは上手です。上手です。意外と大人だった。意外と大人だ。チューしてねえじゃねえかと。いや、しましたよ。え？しましたしました。フレンチキスですわーとね。はい、はい、来週フリスクでやれる。来週は見てろよ。また絶対もう、来週は見逃すなよ。絶対にもう。ちゃん壊れてる。すいません、来週はマリマリと二人でやらせてもらいます。よろしくお願いします。来週は僕とマリマリと熱でやります。いや、来週はあずらもうね、来週はもう圧力アズケン VS マリマリでいきます。そう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 。ね、二対一でやりますから。いやいや、来週はよし戦うぞ。来週はアちゃんとアズケン戦うぞ。それでは来週またよろしくお願いします。お疲れ様。お疲れ様。はい、ということでね、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。来週もこの勢いで盛り上げてまいりたいのでね、皆さん来週もぜひ見ていただければと思います。チェリキチレギュラー確定だなと。ちょっとすみません、チェリキチがオッキーしてます。してないです。大丈夫でしょうか。してないです。この時間にオッキーはまずいです。アツルカンちゃん二人でね、マリマリと個室圧力と預け逃げんなよと、雨まだあるなら、大きいわらわ、純ちゃんいつもより輝いてたぞ今日はと、ありがとうございます、はい、やばいと、はい、ということで本日の放送はこの辺でお別れしたいと思います、また来週も見てください、さよなら、ありがとうございました。明日伊勢崎でね、伊勢崎で会いましょう、伊勢崎で待ってますよ、伊勢崎で会いましょう、来週見てくださいよ、絶対肩に取りますから、はい、見てください、さよなら、ありがとうございました、伊勢崎でお寿司食べます、チェリキチが不満顔だぞ、いやいや死ぬ不満です、寝れない、羊が1匹、羊が2匹、羊が3、何これ、お前見にくいわ、喋るんだ、夢か、聞こうな。